はいえー、こんばんは、ポポンプグニャンストリームですということで、えー、今、YouTube の、えー、CM が終わって、えー、始まりましたということで、えー、こんばんはというか、最近、の YouTube の,あの、なんていうんですかね、こう始まるのは早めやなというかね、何残のこっちゃというかあの、タイムラグが、えー、あるんですけども、えー、ちょっとね、まあ、今日はでもね、 あの七夕ということでえー、っとねあれどれやったかなっていうあこれかはい今日は七夕ということで7月7日、えー、七夕ということでですねまあこの、えー、ちょっと急きょ、えー、思いつきでえっとね ちょっと作ってみましたということで、竹内さんこんばんはということで、参院選 2022in 七夕ということで、えー、七夕用の、あのー、ちょっとアニメ、アニメっていうかね、あの <laughs> ち、ちょっとあの <laughs>、この短,短冊と、えー、あのた竹のね、なんか絵を、えー パッパパッと書いて、ちょっと、ちょっとだけ動かしました。ということで。竹之内さん、こんばんは。太郎さん、新社会党の制作集が届いた俺様が来たぜ。笑っということでね。すごいですね。意外とあれですね、もう本当いろんな感じの,の方が、えー、聞いてくださってるということで。みたらし団子さん、ポポンちゃん、こんばんは。ということで。 ありがとうございますこんばんはね、七夕ですからね、一応天の川をイメージした絵も作ってみましたっていうことで、なん,なんやっていうね、これ。急遽思いついたんですよね。いやさっき思いついた、あ今日七夕やから、ちょっと七夕っぽい感じの,あのなんか作ってみようと思って。 えー、作ってみましたということで、七夕イラストかわいいとありがとうございます。いや、本当にありがとうございます。もう急遽ね、えー、急遽作ったんで、あれなんですけども、あのもうね、本当にね、文部絵は30分ぐらいというかねああイラ、イラスト30分ぐらいでやったんですけど、まあ、そこはちょっと、もうちょっとだけね、こう、 あの下から、あの、なんていうか、笹の葉が出てあみたらし団子さん、ありがとうございます。願いを込めて、参院選、願いを込めて、みたらし団子さん、スパチャありがとうございます。GLHF と。何の略か分かりませんけど、えー、ありがとうございます。GLHF って何の略なんでしょうかね、これね。 <laughs> ちょっと教えてほしいなっていう <laughs> なゲームの愛なんか絵なんでしょうかねなんかねいやもう本当に、えー、ポポンさんも取り寄せてるでしょうと新社会党の制作集といやいやもう全然あの <laughs> わかんないままあそれはねあの新社会党の議員さんとか,なんか言ってはるんでまあね、まあ、そういう言ってはることを書いてるんでしょうねはるみモザさん 七夕ですね、ていうことね、こんばんはということで、ポンポンちゃん、こんばんはと。もう何でもいいですけどね、ポンポンちゃんでもね、ポンタとかね、ポン吉とかね、なんか、そういえばそういうの言われたなっていう、あの、大下英二先生にも、なんか、あの、そういう感じでなんか呼ばれてたなっていうのを思い出しましたけども、<laughs> ひとおじさん、こんばんはと、えー。静香さん、こんばんは京都選挙区の維新候補を負けたら、 前原さん、どうにもならないでしょうねっていうね、なお、だから本当、もう、あの京都選挙区の情勢もバラバラなんですよね、今、立憲民主党の福山さんが優勢っていうね、京都新聞、地元の京都新聞は、あの、 福山さんがやや優勢というふうに書いてたんですよね。で、その後え自民の方、吉井さんという、ね、で自民の方で,で、その後に維新の薬さんと、定数2なんで、まあこれね、まあ、維新の薬さんがひょっとしたらね、あかんのか、まあ、そうかと思えば福山さんが、 2、えー、番手に来ているっていう情勢もあったりとか、本当、バラバラなんですよね、本当に。まあ、だからあの、最後の最後まで、ねええー、野党頑張れということで、いやもう頑張ってほしいなと思いますよ。肉、え、肉、ー、またの名を、メーランさん、こんばんは、えー。ジャイミさん、こんばんは。えー、ヒロウモンさん、こんばんは。えー ますようにとまあ今日はね七夕なんであのいろいろコメント欄にね短冊代わりに願いを変えたら変えてくれたらいいんちゃうかなみたいなあのっていうのもあってちょっと七夕、えー、っていう感じのあの えにねしてみたんですけども何の略なんやのって、ああの送ってくれた方がよくわからないってね、な何なんでしょう多分たぶんゲームのなんかコントローラーの絵っぽいですよね、なんかね。ありがとうございます、みたらし団子さん、えー。自民党維新なくなりますようにとえ。ポンポンちゃん、笑って言うね、もう何でも大丈夫ですよ、もう。 辰巳孝太郎さんに国会に行ってほしいっていうね、だから僕も本当に、大阪は辰巳孝太郎さん、兵庫は相崎沢子さんっていうあの短冊代わりにツイッターに書きましたけども、いや、あの他にもね、いや、あのねま、僕はそんなばっかり言ってるんですけど、あの今日の共同通信でもですね、参院選情勢、1人区は7県で接戦。 優勢、えー、は自民党22位なんですけど、野党は3優勢っていうね、だから10件ぐらい、10の選1人区で野党が、まあ、買っても、えー、おかしくないような状況になってるっていうのは、これやっぱり、あのー、結構、検討してるんじゃないのかなっていうのは思いましたね。うんまあ、だからやっぱりその有権者もね、 あの1人区で誰に入れたらいいかっていうのをとそと判断している可能性はあの,のちゃうかなと、やっぱり勝ちそうな、勝てそうな野党候補に入れたいとかですね、まあそういうのもひょっとしてあのちゃうかなと思いながら、えー、見てたんですけども。うん、まあほんと10 10 1>, 1人区でね、32ある選挙区で10勝ったらまあ、そこそこいいんちゃおうかなっていうのはね、うん、でも3しか勝てなかったらねまあ、本当にまあ大変なんで本当にね、残り7件残り7つ、えーねまああのー、本当に頑張ってほしいなというふうに思いましたね。えー もう,すごもう早速ね、ちょっと喋ったらコメントがわーっと、えー、来てるんで、辰巳小郎の国会行ってほしい、平和が願いです、M んとか今晩にやと、忖度かさん、ポポンさん、興味あるのは新党国盛りかと、りょうさん、卵事件もやっとするっていうことでね、まあ、ほんまにこの辻元清美さんのあのー、卵のね、あのー、なんでしたっけ、あれ。 えー、たベランダに卵投げられたっていうのがねあれがそのネットの反応というかなんか自作自演かみたいなねなんかあんな距離から卵投げられたあんな割れ方しないとかなんかすごいあの何、ー、ていうんですかちゃかすかのようなねコメントっていうのがすごくねなんか引っかかりますよね。 あ分かったぞ、ごぼうの党の方だなと、いまだにごぼうの党の,の候補者って誰か全然分かんないですけどね、なんか天狗の面かぶってたなっていうのは、えー、なんか覚えてるんですけど、大阪・辰巳孝太郎さん、なんとしても勝って国会でガンガン仕事してほしいなっていうことね、ほんまに、もうね、まあ、辻元清美さんが比例にね、 あの回ってくれたっていうのは、まあまあ、立,立憲民主も大阪ではあの候補者あの立ててるんですけども、まあ、辻元清美さんがね、あの比例に回ってくれたっていうのは、まあ、これはチャンスなんじゃないのかなとは思うんでね、うん自民、大敗しますようにっていうね、えー、もうこ,のここのポポン廃止の短冊がえらいことになりそうやなっていうね。 <laughs> そういう感じもしなくもないなっていう、テル・ロハスさん、今日う、三宮に遊びに行った安倍さんが自民,の自民の末松さんの応援に来てて大行列やったと、やっぱ大変なんじゃない、やっぱり元総理とかね、来たらやっぱ SP とかあの、取り巻きの方とかね、すごいあれなんでしょうね、弱くかんですけど。 この間、大阪の、ね、京,橋に京橋駅ってあるんですけど、あそこに辻元清美さんがね、ひれ出てる辻元清美さんの応援に、あの菅直人さん、菅直人元総理があの応援演説に来てて、まあ、その時ちょっとあの見てたんですけど、菅さんにはあんまり SP とかいてませんでしたね。あのなんかもう、すごい、全然取り巻きの人もあんまりいてなくてですね。 あれはもう、なんか大丈夫なのかなとかと思いながら、見てたんですけども、山際、野党の話聞かない、俺たちは自民党維新の話聞かないと、いや,やっぱりその山際大臣も、ほんまにね、今日ラサール石井さんも、日韓現代でね、この山際大臣の野党の話は一切聞かないみたいなこと。 をなんか取り上げてね、なんか書いてはったのをちょっと見ましたけども、やっぱこれもやっぱほんまにね、いいのかなっていうね、だから野党の人がね、選挙区で当選しても、与党は話聞かないっていうのは、ほんまこう、民意をね、あの潰しにかかってるのかっていう、でこれ大きな問題だと思うんですけどね、あとインボイスとかもね、まあ、やっと、 あの最近、漫画家協会とか、今日なんかアニメーターの団体とかね、あと、えー、スケブっていう、えー、なんかネットであの絵を売ったりするサイトなんですよね、あそこもインボイスに反対ですとかって、インボイス制度に反対しますと、えー、いう、ねまあ、声明っていうのを次々出してるっていうことで、まあ、これもひょっとしたら影響あるかもしれへんなっていうか、思いましたけども。 ユミコさん、ポポンちゃん、こんばんはうの、こんばんは、というね、相崎さん、おら、小村淳ちゃん入れちゃったなと。いや、まあ、だね、共産党支持の方は、僕は、あの小村淳さんね、共産党から出てるんで、いや、全然いいと思うんですよと。うん、いや、だから僕みたいな、こう、どっちかというと、あの勝ちあ勝ちそうというかね、なんか野党候補、情勢とか見て、 まあどっちかのこう方に入れるとしたらどっちがいいかなっていう人はね、まあ、ちょっと参考に聞いてもらえればなっていうね、いやもう一生懸命ね、それぞれの陣営の方は頑張ってるんで、あのそ,そういう人たちを別にね、あのなんかこう、<laughs> なんかディスってるわけじゃないっていうことはちょっと分かってほしいかなっていうのは思いますね。あ、たかやんさん えー、七夕の日の、えー、スパチありがとうございます。えー、自公と維新の候補者がたくさん落選しますようにって <laughs> も,うもうねこの配信こういう短冊が多いなっていうね、あのー、まあやっぱりどっちかというとね野党野党の議席が増えてほしいっていう方があのー。 お多く聞いてはると思いますんでね、本当に。うん、まあ,ね,あのね、与党とかね維新の聞いていた気悪いかもしれませんけども、あの <laughs> まあここはそういう人が多い配信ということで、えー、お願いしますということで、えー、村田さん、岸田総理のイメージはクリーンそのもの、えー、とにかく岸田自民党こそ最強と。うん まあでも岸田さんもね、あのこう内閣支持率の増減は激しいなっていうのが、まあ、ここ最近の、ね、NHK で2週間で9ポイント落ちたとか、えーね、で今週の月曜日でしたかね、ちょっと回復したんですけども、まあ、ただ物価高とか、えーこのね、この経済的なもの、 の反応っていうのがどうなのか、あと年金がね、ちょっと下げられたとか、うん、野党そんな検討しているのですか、それは嬉しいですねと、うん。だから意外と捨てたもんじゃないなと思いましたよ。あの、だからこれ、7県でね、接戦ということで、7つの選挙区で勝てばっていうことですけどもね、うん、まあ本当にあの、 新潟のね森裕子さんとかも、朝日では厳しめなんですけども、共同通信では接戦になっているということで、まあ、新潟もね、本当、最後まであの頑張ってほしいなと思いながら、えー、見てたんですけども、そしてツイッターでは、小村淳さんを押しまくってると、いやいや,いや、本当あのあのあの、どんどんねあの、自分の推してる候補をねツイッターに書くっていうのは、すごくいいことやとあの思いますよ、本当に。 いや,だからいや僕なんかもあの、どっちかというと野党候補買勝ってほしいなっていうことを、をあのまあ、5月ぐらいからあの言っててね、そんなに拡散されると思わなかったんですけども、だからあの本当、いろんなねあの、辰巳孝太郎さん頑張ってって書いた人とかもね、すごいリツイートされてたりとか、あの下の見たんで、とにかく推しの候補をね、まあ、推しまくることがいいんじゃないのかなというのは。 思いましたね。えー、令和、立憲、頑張れと。大阪選挙区に4人、東京選挙区に5人、えー、兵庫選挙区に3人も擁立した NHK とは何がしたいんやと、うん。まあなんか、大阪選挙区のね、あのポスターもね、誰この人っていうのを、なよネットで見たら、この人も NHK 党みたいなね。あちゃんと。 NHK 党っていうのはなんか書いてなかったと思いますね、もうパッと見では分からへんと。なんかうち一人はね、NHK 党っていう立花さんと一緒に写っているポスターっていうのはあったんですけど、他の方はね、例えば西脇京子さんっていう方も NHK 党だったと思うんですけど、なんか何も書いてなかったと思いますね。ひょっとしたら小さく書いてるのかもしれませんけど。 いやよく分からへんだとこれ誰かなっていうのが意外と、えー、この人も NHK 党なのかなっていうのが大阪選挙区でも、えー、気になったなっていう。山際さん、なんとか協会の意見も聞くと。今日期日前投票に行ってきましたと。えー、ねえもう期日前投票も行ってくださいね、本当にね。あのー、期日前投票とかでその出口とかね、あのー いてんのか分か分りませんけどマスコミの出口とかいてたら、まあ、そういうのがね、あのご情勢とかにも出てると思いますんでね、毎日誠賛賛成と一択でしょうと、まあ、賛成ともね1議席、えー、取るんじゃないかというふうにはあの、ね、報道されてるんで、ゆう子さん、こんばんはと。 ウロテホチャンネルさん公明党が余裕のある選挙区は、意思に票を回すように支持しているという話を聞きましたが、本当でしょうかと、なんかそういうのはね、ツイッターとか、なんか昨日も変えてくれてる人、いてましたけども、どうなんでしょうかね、まあ、ただでも、公明党もそんなに余裕はあんのかなっていうのは思いますけどね、あのー、これ、僕、兵庫選挙区の話もねしてましたけど、あの去年、去 もう去年じゃないですかね、兵庫県知事選があったの、あれもなんか公明党の議員が来てね、あの金沢さん応援しますとかって言って、えー、僕はちょっと期待したんですあ、公明投票が流れたら、あの金沢さん勝てるんちゃうかなと思ったら、蓋開けたら、全然流れてへんかったんちゃうかなっていうぐらい、えー、あの差が空いてたなっていうのはありましたけどもね。 そんな余裕あるんでしょうかね、公明党も。うん、それは NHK との比例票と選挙区の得票率を稼ぐためと。まあそうなんでしょうね。うん、それはもう立花さんも言ってましたからね、そういう、別にあの当選しなくてもいいんだみたいなことまで言ってはったんで。うん、NHK との、えー、おテレビ出すなと。<laughs> もう日本の舵取りを任したい政党。海外で 海,海外で大人気参政党っていう、いやあの、すごいですねあの、海外で人気あってもね、票になるのかどうかっていうのはねあの、あれですけど、まあでも日本でもあ、ね、あのね、ホールにいっぱい人が集まったりとか、えー、っていうのはすごいなと思いますよね。えー、ね、七夕ということで、えー、昨日は疲れて寝てしまい、朝から配信聞いてましたと、ありがとうございますよね。 いや僕もね、昨日あの自分の配信、後で聞いて、宮宮有志ですっていう、えー、こればっかりやなと思いながら、言い過ぎやなっていう、えー、思いましたけども、えー、ち,ょちょっとあの、えー、僕もなんか、気に入ったものまねずっとするっていうのは、やってしまうんでね。 まあ、ありがとうございます昨日2時間ぐらいね、2時間近く喋ってたんですけども、えー、兵庫維新の間の手から救いたいと、これはね、いやこれはみんな共通してると思うんですよね、まあ、京都もそうなんでしょうけども、もう京都もね、あの福山さんの、なんか、あの立憲民主党の福山さんのポスターはです、ね、京都のことは京都で決めようと。 福山さんのポスターじゃん立憲民主党としてのポスターがすごい貼られてると。でそこには京都のことは京都で決めようという、えー、そのその文字だけが書かれたやつがわーっと貼ってるみたいなのをね、なんか日韓現代で読みましたけど、うん、やっぱりこう、維新、大阪の維新が、 京都とか兵庫にやってくるっていう,こう拒否反応っていうのはね、あ,のあるんちゃうかなって思いますけどもね、えー、馬場さん、孔明さんは医師の助け立をしているそうだと。うん、ごなんかでも本当ツイッターでわーっとそういうことは言われてますよね、なんかね。うん、まあどこまでほんまなのかね。まあ僕はもうこれ、 そこまで公明党って余裕あんのかなとだんだん票も減ってきてるんでね、公明党も。まあ、だから今回、比例票をあのどれくらい取るのかっていうね、まあ衆院選はちょっと増えたんでしたっけね、なんかね、でもどうなんかなっていうのは思いますけどもね。えー、T キャーさん菅直人さんは、まるする価値もない。 <laughs> まああのー、すごいね僕が見た限りは SP のお付きの人とかそんなにいなかったの聞いてしまって、ね、意外となんかあの実際見たらカンナオトさんってあのもっと大きいイメージがあったんですけどいやもう意外とあの普通なんやなっていうね、うん、っていうのを思いました、まあ、たまたま京橋の駅であのー、街頭演説の 要する日曜日やったと思うんですけど、あの見ましたね、この間、菅直人さんも、まあ、大阪ではあの立憲民主党の方の候補者も来てはったんですけど、ただ、菅直人さんが言ってたのはやっぱりその、やっぱり維新、自民、公明以外の,あの人に入れましょうというのは言ってましたね、うんだから菅直人さんも大阪選挙区で、やっぱりその情勢とか、 ある程度分かってて、やっぱそういうあのことを言い張ったんちゃうかなっていうのも思いましたけどもね、うん、ポポンさんの短冊効果あると。意、え、外、ー、とねあの、だからツイッターにもね、いっぱい書いたらいいと思いますよ、YouTube 聞いてはる人もね、ツイッターやってはる方い,いらっしゃるんちゃうかなと思うんで。 に参院選なんでね、参院選の時って割と拡散されやすいっていうのもあるのちゃおうかなみたいな、えー、っていうのを思いますよね。だ今日の僕のあの辻元清美さんのあの生卵、あのー なんか投げられたっていうね、あれ自作自演とか不自然だとかって言ってる人が、わんさか出てくるのに、やっぱりそこにやっぱり僕はちょっと怖いなというか、やっぱり辻元さんはやっぱり嫌がらせされてるっていうのがよくわかるなっていうツイートをしたんですけど、それもね、も,ものすごいあのリツイートされてましたね、でインプレッション見たら、十何万とかってなってましたからね。 いやだからもうどんどん,どん、まあ、YouTube でもそうですけど Twitter でも、えー、発言をね、えー、したらわ、あのー、っと広がるんちゃうかなと思いましたけどもね維新は大阪だけで十分と、うん、も,うも,うもう大阪にもね本当なんとかして欲しいなと思うんですけどもデビル太郎さん生稲さん落とせと生稲さんもうあのー え5番目ぐらいでしたっけね、なんかね、東京選挙区で、昨日の東京新聞かなんかでは、いきやさん、こんばんはと。生イ稲イさん、いらんと。<laughs> もう結構ね、もう参院選近いから、もうあのみんな、あのなんていうんですか、もうストレートやな、いよねえ。白井さん、こんばんは、よろしくお願いしますと。えー 公明さんの維新助立ちで山本太郎さんが当落戦場ですと。山添拓さんも当落戦場だべと。だからまあ東京選挙区の、ね、公明党の動きっていうのはほんまに、東京での公明党ってのはね、やっぱ強いんでね、あの竹谷敏子さんですか、公明党の。あの方が3番手ぐらいだっていうのが今の情勢だったと思うんですけど、だから票、余裕があるか、やっぱり票をね、 回すっていうのはあり得るかもしれませんね。でもどこまでその統制が効くのかなっていうのはちょっとわからないですけどもね。あ、のこさんありがとうございます。ポポンさん2日続けてのライブ配信ありがとうございます。ポポンさんの配信は心が癒されますということで。 のこさん、のこさん、にいありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> ます <laughs> ちょっと、ちょっとびっくりしました。もう、えー、この、えー、ありがとうございます。もうちょっと、目が覚めましたね、今。ちょっとあの、はん、<laughs> なんで寝てたんかいっていうか、ちょっと、<laughs> あの、割と、あ割ととてかね、大きなスパーチャーありがとうございますいうことで。 いやんまにみんな自民党や維新が好きなんだからねと、反ん,んさん、それで行くしかないよね、地獄が待ってるのは目に見えてんだけど、みんなが望むならそれも仕方ないともう、もう諦めの境地に、えー、立ってる方もいらっしゃるっていう、いやいや、まあ。 でもね、いやでも本当、このね、この参院選でどれだけ頑張るか野党,野党支持の人がね、頑張るかによってまた次につな、えー、がっていくというのはあると思いますんでね。マーチンさん、こんばんは、えー、自公民と維新が嫌いだからと八幡愛さんに通ってほしいときち、えー、んと国盛り好きは多く聞いてるんじゃないのかと。 今回、投票所の出口調査の数減らしてませんかと、なので、前回の衆院選の時のように情勢が読めなくなってませんかだから野党、正機ありですと、うん。マスコミもだんだんお金,なくなお金が、ね、なくなってきているというのがあって、あのね、あのネット調査にもね、朝日とかもそうですけど、あの電話調査とネット調査とかね、多分、ドコモとかの何とか 会員のやつなんちゃうかなと思ったりするんですけど、だから制度がバラバラなんですね、この情勢のね、各社でバラバラっていうのは、うん、でも同じようなあのサンプリングのはずなのに、こんだけバラバラっていうことは、やっぱりあのいろいろ結果がねあの、変わってくるっていうのは十分ありうるんちゃうかなと思いますけどね。 いやだからもうここに来たらね、まあ、一応僕は終盤情勢とかって書いてますけど、まあ、もう関係ないですよと、ね、もう最後の3日、どんだけ頑張れるかだと思いますよね、頑張れるかというか、あのね、声を上げるというか、うんえーえー、ここは与党・維新の悪口なら大推奨の配信ですよと、いや、別にそんなことはないんですけどね。 別にそんなことはないんですけども、まあ、なぜかね、あのーまあ、僕は普段の普段の動画とかで結構ね、ツイッターとかでも、まあ、そういうこと書いてるからっていうのはあると思うんですけども、えー、まあまあ、ね大体そういう人が多いと思いますよ、あの普通にね、聞いてたら、なるようにしかならんと、タカさんと。えー、ですね、野党頑張れと。 ことざのべがわし座のあるタイルだね。お願いしとこうかね。と。ね、ちょっと、いや、このね、あの、おね、願いとかね、こう祈りとかっていうのも、あの、全く効果ないわけじゃないっていうのがね、あの、えー、なんかネット帳、ネットのなんか、 記事かなんかで見たことありますけど、やっぱりね、何らかの影響はあると思いますよ。あこうやってコメントに変えたりとか、ツイッターに変えたりとかっていうのもですね、やっぱりある程度影響になってね、こうツイッターのトレンドにあのなんか出たりとかっていうのはありますからね。まあだから本当にね、あの、 お願いとかお祈りとかね、でそれとあのこう選挙でもね、あのいろいろあの誰を応援してるとか、えー、誰落ちてほしいとかね、<laughs> そういうのは意外と聞いてくるんちゃうかなと思いますけどね。えー、ポンコさん、維新と国民は野党ではなく別の名前にしてほしいと、ややこしい、えー、みんな自民党や維新が好きなんだと。うん えー、みんなが望むなら、ね、こういう考え方もあると、えー、そもそも投票率高くなったとして、議席増えるのは自民とか維新の可能性あるんだよなと、まあ、それもありますからね、もう、えど,こどこに入れてんねやんな、みたいなね、あのー、僕と同じような考え方の人が、いや、そっちじゃないやろっていう、だからそういう意味で北海道とかね、沖縄とかは、あのー、 なんか救いがあるなというかね、まあ、北海道もね、えー、今のところ3番手に石川さん、石川智博さんと、えー、もう1人の自民党の方ですかね、自民党の2人の方がなんか競ってるということで、まあ、石川智博さんなんかはね、山本太郎さんとか、令和も応援してるっていう、えー、みたいですから。あのー これもね本当にいい影響を出てほしいなというのは思いましたね。うんえー、本当自民に入れ、玉木さん、前原さんと、うん。前原さんは維新に行ったらええんちゃうかなと思いましたけどね。今回でも、ほんまに福山さん、立憲民主党の福山さんが京都でね買ったら、前原さんどうすんのかなっていうね、っていうのは思いましたね。なんかね、えー、俺は、えー 投票しないと、野党には投票しないと、えーえ。猫と新鮮野菜チャンネルさん、ポポンさん、皆さん、こんんと。今日は結婚記念日ですと。あ、おめでとうございますということで、もう七夕の日にご結婚された、えー、猫と新鮮野菜チャンネルさんということで、ね、えまあ、いいですね。ロマンチックですよね。えー、今日の、僕の七夕のね、あ,あの、 アニメアニメっていうか、これ下から出てくるだけなんですけど、えー、ここ急遽作ったやつなんですけど、ちょ,ちょっと七夕気分というか、えー、なってもらったら、えー、ポンポンプには八幡へ推しじゃなくて、辰巳孝太郎推しだからなといや、僕はねいや、僕は大阪では、あのあの得票しそうな野党候補 をしてますよだから、八幡大さんも僕は取ると思いますよ。あの情勢では厳しいというふうに書かれてますけど、まあ、今回ね、八幡大さん、えー、令和の支持者も大阪ではあの増えてきてると思いますんで、うん、だから、票が伸びたらいいと思うんですよね。あの大阪一区っていうかね、あのーえー、どこでしか、安倍のとか天皇,天皇寺とかね、あと、 何枠もそうやったと思うんですけど、あの辺なんかね、本当に八幡愛さんが衆院選に出るっていういや予定やったんですよ去年ね。でもね、だからそういう予定やったから、すごい八幡愛さんと山本太郎さんの2連ポスターというのがすごい貼ってて、それも僕も前ね、ねあの動画でもうあの取り上げて喋ったんですけども、いや、だからあの、決してね、あのね情勢的にはあれかもしれませんけど、でも表、表現 的には伸びるんちゃうかなといやそやから僕はあの、なんていうんですかね、だから比例は令和で、あの選挙区はあの、ね、辰巳さんとかっていうのを令和の人が言ったら効果あるんちゃうかなと思いましたけどもね、まあ、いずれ僕は八幡さんはの国会に行けると思ってますよ、僕も。も本さんこんばんは、君さんこんばんは NHK のこと、ことあえて言わない子を出すという、立花さんの、えー、こい戦略だべと、うんいや。全く分かんないですよ、大阪の選挙区。他のところのね、掲示板とか見ても、あの面白そうやなっていう、あの、候補みたいなその人もなんか NHK 党っていうねあの、スーパーふんばばとかっていう、なんなんかなっていうのは、あの、ちょっと目、 千葉でしたっけ千葉か埼玉かどっか忘れましたけど。うんえー、大崎さん、優秀な辰巳孝太郎さん、とりあえず当選した方がいいと。うんね、いや、もう、いや、頑張ってはるしね。いや、僕もあの話もね、前聞きましたからね。あの <laughs> まあ、それで頑張ってほしいなというのありますね。成本さん、岡山選挙区も激戦ですと。えー、岡山もですかこれ、岡山って誰が。 えー、出てるんでしょうかね、これちょっと、えー、あ小野田さんですか、これ、えーおえー、黒田さん、小野田さん、黒田さんという方が出てるんですかね、なんか、うんまあ、ちょっとあんま岡山はね、ちょっとわかんないですけど、吉雄さん、投票率高くなれば、真の野党に有利ですと。 えー、生活に影響あるんですかと、最近、立憲民主党と共産党の区別がつかなくなってきたんですが、見分け方を教えてくださいと、<laughs> まあ、どうなんでしょうかね、うんだからその辺がね、いろいろ違いはあるんでしょうけどねもう今日あの、立憲民主党なんか共産党とは一緒にやりたくないっていうのを、今回、泉さんとかは。 結構出してるんでね、その違いはあるのかもしれませんけども。えー、埼玉は維新と大接戦の立憲の高木麻里さんに票を集中させるように言ってと。えー、高木麻里さんという方は立憲から出てはるんですね。うんいや、埼玉もね、でも大変やと思いますよ。 松井一郎さん、水道橋博士が来たから会見中止にしたい、人間小さくて笑うと。いや、なんかね、いや僕もこれ、なんかスポーツ紙にねあの、ネットの方に書いてたんで見ましたけど、でも、松井一郎さんなんかね、あの立憲民主党の泉健太代表に、なんか、泉さん逃げないでくださいよとかって書いてるのをツイッターで見ましたけどね。 それでなんか水道橋博士とはよう合わへんのかなっていうのは思いましたけどもなんか訴えてる割にはねあのもう訴えたんやからこう堂々としてたらいいんちゃうかなっていうのは思いましたけどもえー、神戸ハウスさんこんばんは辻元清美さんのインスタライブを覗いてきたときょんきょんもいた胸熱と小泉京子さんもあのいてはったのもすごいですね いやもっともう、そういうの大々的にね、まあ、スポーツ紙とか、ねあの、取り上げるんでしょう、トースポとか、日刊スポーツとか、ねもう、辻元清美さんも、ほんま僕は頑張ってほしいですよ、生卵、えー、ね、あのベランダにこうぐちゃーってなってる写真見たら、あれ怖いですよね。 であ,れあれのなんかネットの反応に僕はさらに怖いなというか、なんか兵イ辻元さんへのこのヘイトを煽ってるような感じっていうのが、僕はちょっと、それがそっち怖いなっていうのはね、僕は思いましたけどもね。うん、ほんまに ノーマーマク緑茶さん、ノーマークだったが、意外と激戦になりそうなのが福井と宮崎と、そ,そうなんですよね、僕も誰が出てるかもあの全然知らなかったんですけど、福井と宮崎が接戦になってるっていうのもですね、いや、頑張って、福井なんかね、あの自民党のあのね安倍さんが、ともちんとかって言ってね、あの可愛がってた方、あの のとこなのに、すごいなっていう、だから福井で接戦っていうのは保守王国だと思うんですね、福井っていうのは。そういうとこで、宮崎も自民党強かったと思うんですけど、そういうとこで接戦っていうのがね、本当に、山梨も、山梨も接戦っていうのがね、うん、何なんやろうなっていう。 キーさん、インスタやってないから、辻元さんとキョンキョン見れないと。あのパソコンからやったら見れるかもしれません、ひょっとしたらね。あのインスタ、ガーシーって誰と。あのガーシーチャンネルの人もね、なんかどんどんバンされて大変やなっていう、あのと思いましたね。なんか、インスタも、YouTuber だよ。Twitter がバンされた、ね。Twitter は何個アカウント作っても、 えー、なんかバンされるっていう、うん、あれもね、何なのかなと、楽天の人のこと言ったからなんかなとかっていうね、なんかそういう、えー、憶測みたいも流れてますけど、うん、岡山とか自民の対抗法を応援してるからね、公明党はと。あそれでなんですかね、これ、黒田さんという方応援してるんですかね。 だからね小野,田さん小野田さんがその公明党を、公明党の応援なんかいらないって言ったからそうなってるんでしょうかね、これ。ガーシーはドバイに逃げてるユーチューバーだとど。ドバイから配信されてるんですよね、すごいなっていうね、なんかすごい、あの囲ってる人がすごいんやろうなっていうのは思いましたけども。 消費税廃止、共産党、次元減税、立憲民主党と、うんあ。そういう感じでしょうかね。だから今の立憲民主党なんか、本当はの消費税減税って言ってますよ。あの一時的に5%にしようっていうのを、みんなはね、あと物価高と戦おう、戦うみたいな。うん、これは立憲民主党のね、候補者あの、色パンフレットにしたり、ツイッターとかもそんな言ってるの見,見ましたよね。 うん、もっと前から言っときゃね、衆院選でもよかったんちゃうかなって思うんですけども、うん、まあまあその、それはもうどんどん言ったらいいですよ、えー。衆院選の時出口調査やりました。やりましたっていうのは、バイトでやったんでしょうかね。うん、いや、ってますよね、あの区,区役所っていうか、市役所の前とか、市役所、区役所の前に立てたり。 し、えー、してるの見ましたよ僕も衆院選の時福岡も NHK と3名擁立と、えー、市民の意見が国民全体の総意のようにしか聞いてないように感じるといやそんなことないと思いますけどね別に、えー、兵庫県知事選は去年の7月ですか中井君司会の音楽の日の放送が選挙戦最終日だとか覚えてると もう去年の7月なんですね、もうあと1年前ですね、もう早いなっていう、もうだんだん年取ってきたら、あの、つい兵庫県知事選もね、なんか今年の初めぐらいかなと思ったりっていう、もう去年の話っていうね、いやあの時も公明党の議員がね、で赤羽大臣もね、あのなんかちょっと金沢さん応援、 するようななんかツイートをリツイートしてみたりとか、あ公明党の票が期待できるんかなと思ったら、全然ちゃうかったやんっていうね、あなんなんやっていうね、ほんまに。うん、いやだから、票を回すっていうもどこまでほんまかわかんないですよね。うん。良平さん、ポポンさんの七夕のお願いは何ですかと。えー、あの。 宝くじ当たたりますようにみたいなんでしょうかね。まあ、でも今日はツイッターにはやっぱり大阪では辰巳孝太郎さん、えー、兵庫では相崎佐和子さんが当選、えー、しますようにみたいなのが書きましたけどね、<laughs> ツイッターにはあの一応七夕として七夕のなんかアイコンがあったんでね、あのアイコンっていうか絵文字があるんで。うん いやまあ本当はもういろんな方が当選しようしよう、もういや僕、たまたま関西からね、そんな変えただけですけど、あの激戦区、東京選挙区もそうですしね、ほ、まあ、他も全国の激戦区、えー、とか、いや僕はもう野党の,野党の議員が増えた方が、もう絶対良くなると思いますんでね、与党ばっかり増えてもしゃあないと思うんですよね、僕はね。えー、あれ また今あ誰、誰か入れてくれかったんでしょう違いますかねすいませんね。ひろうもんさん、ありがとうございます。えー、すいません。ちょっとえー、スパチャーいただきましたということで。ひろもんさんあ。選挙のアイコンに変わってはりますね。ひろもんさん。ひろもんさん、スパチャーありがとうございます。もう選挙には、ね、行きましょうということで。 七夕の鈴をお聴きくださいということで。はい、ありがとうございます。もういやもうね、暑いんでね、もちろん暑さにも気をつけてほしいなと思いますよ、本当に、えー。海外で人気で、そんなヤクルトみたいなと。あのヤクルト2000っていうのは何で人気あんのかなっていうね、よう眠れるから人気あんのかなと思いますけどね、えー。三宅勇士、似てると。 宮城です似てるんかなって昨日、昨日の配信でも最初こんなんばっかり言ってたんでね、もうすいませんね、なんかね。いやあの僕、1人でね、こんなことばっかり言ってるんですよ、ものまねみたいなやったりとかね、ほんで1人で笑ってるんでね、でだから割と傍から見たらおかしなおっさんなんちゃうかなっていう。 えのは思いまますけども、ねま、たあのちょっと思いついたらね、ちょっといろいろ突然、ものまねするかもしれませんけど、今日は珍しく七夕で晴天、だからね、あとで星観察してみようかねと、ああ、今日星がね、よく見えるかもしれませんね、あ晴れてたらね、田中君、ここだけの話ですが、学会員ですがずっと公明党に投票してないですよと。<laughs> いや そういう方もね、いや、僕はいると思いますよ、本当に。あもうが、もう学会の人も、あのね最初に入信した方、じゃなくて、今も2世とか3世とか、だんだんね、こうその入信した方のお子さんとかがね、な、ま、んかその方が子供産んだりとかして、うん、まあ、だから、その票の、ね、増減っていうのがあるんちゃうかなっていう。 ね、だからそういう方もいるわけですよ。だって沖縄県知事選とかね、ほ、まあ,あの,、まあ他の選挙区でもそうですけど、あのデニーさんとかね、小長さんのところで総科学会の旗振ってる人とかね、いてましたからね、あのあ僕も沖縄県知事選え、デニーさんの時に行った時に実際にえ見たと思いますね。あの方が令和から出はったんじゃないですかね、もう今、令和から抜けたと思うんですけど。 公明党も高齢化で減ってそうと。公明党専業主婦が減っているので、一時期ほどではないと、えー。白井さん、こんばんよろしくお願いします。えー、公明さんの,、えー、の維新助太だ山本太郎さんが当落戦場と、馬場さん、えー、これ読んだっけ、これね。山本,い山本太郎一応50万人は持っていると、あと5万と。えー、令和3政党連合で MMA さん、えー、山本さん、当落で厳しいのかなと。うん、いやもう50万は取れると思うんですけどね。あ土地犠牲の時は60万票ぐらい取ってはったんじゃないですかね。まあ、だから今回ねいろんな党が出てるから、そこからあのー、少しは減る可能性はあると思うんですけども。だから、でもね。 まあだからやっぱり当落線上って思った方がいいでしょうね。僕は山添拓さんも僕は当落線上と思ってあの、ね、支持者の方頑張ったらいいんちゃおうかなと思いますよ。うんえー、山添さんも危険なので変わらないと。まあ、そういうことですね。今恵理子さんや生あき子なんかに何もできやしないよと。うん、だからむしろもう何もせんでいいから。 あの議員としていてくれたらいいみたいな、そんな感じなんかもしれませんね、なんかこう、あの余計なことをせんでいいみたいな、そんなあのちゃうかなっていうのはあのちゃうかな、だから今、エリコさんもなんか行政書士協会からの応援があったりとか、なんかそんな、そういう組織票はもうあったと思いますね、なんかね、参、うん、政党と連合することはないと、令和はね。 えー、神谷さん都合のある質問から逃げたと。こんなん、山本さんの信念と合ってないと。えー、生稲さんが落ちたら、海老沢さんに票が行くんじゃないですかと。だかそれもありますからね。だから、難しいなっていうね。だから生稲さんも、生稲さんがもですね、そういうね、東京選挙区で、まあ、当選するかどうか、あの ちょっと分からなくなってきたら音楽団体に音楽団体からの指示をねあの求めたっていうのはあるかもしれませんね恩次教とか他のなんか何の団体か忘れましたけど山添拓さんが万が一落ちたら共産終わりとまあそれぐらいの覚悟でねだ共産党だってね、まあ、東京では共産党っていうのはあの強い と思うと東京とか京都では強いんですけども、本当に僕は、でも小池晃さんもかつては落ちた選挙区ですかね、東京選挙区っていうのは。だから本当にこう、あの一生懸命あの頑張ってほしいなっていうのを思いますよ、うん。ナイスパーってことで、ね、公明が維新に評判し始めたのは去年の衆院選で味を占めたようですと。大阪14区での新の人が 圧勝しした票数が怪しいようですと大阪14区っていうのは、えー、どこなんやっていうね、ちょっと見てみましょうかね。大阪14区、えー、っていうのは、えー、あ、八尾柏原はびきの藤井寺、うん。ここで、青柳さんという維新の方が、 あの通ってるとねあ長尾さんという方がね、これ自民党なんですけ長尾さんとかちょっとやっぱり、あのなんていうんですか、こう右の色が濃すぎて、公明党がちょっと嫌がったというのあるかもしれませんね、これ、えーえー。セクシーグラドル、八幡さん、けどさ、俺なんか思うのはさと。なんのこっちゃあるね、生 <laughs> 稲さんいらないと。ナイスパと。えー サレブタさんというんですかね、こんばんは、短冊ありがとうございますと、ありがとうございます。短冊代わりにあのコメント欄に書いていただいたらいいんじゃないのかな、みたいな。えー、自民党に入れ,てんの入れてる人はどうなんかなと。えー、俺は自民党は昔の輝きを失ったと思っているとん。ナイスパーですと。山添さんだけの戦いじゃないんだよと。共産は若手がいなくなったら偉いことになると。 まあどこも高齢化の問題っていうのがね、やっぱあると思うんですけども、やっぱりね、もう若い人を、えー、どんどん育てていかなあかんっていうね、っていうのはあるでしょうね。えー、野党の候補者全員いらんと。<laughs> まあそういう人がこういうのずっと聞いてるってもすごいなっていうの思いますけどもね。<laughs> まあいろんな人がいて、あのいいんじゃないのかなっていうのは思いますけど、えー、ポポンちゃん、ツイッターでも言ってた、例は わすごい犬を鬼パネルすごい、ほら見ろ、支持伸びてるって言って。うん、いや、だって実際、その、ね、支持、あれで支持落ちてなかったですかね、あの犬のパネル、鬼のパネルで。うん、であれの後に、支持率むしろ上がってたんじゃなかったでしたっけ。うん、ま,まあ、ただでも NHK では、あのこう直近のやつはちょっとね、あの、 あれかなと思うんですけど、まあ、本当、さらに令和の人もあの頑張ってほしいなと思、だから比例票を集めるっていうことに、あの特に東京以外はね、東京以外はやっぱり比例票をいかに集めるかっていうところにかかってると思いますね。で、あの水道橋博士、2人目の、ね、水道橋博士まで通せるかどうかっていうところなんじゃないのかなと。日本の政治家どまイギリスをよく見てみろと。 えー、今日なんか、どっかやめましたよねこの、えー、これでジョンソン首相が辞意表明と辞めるっていうね、相次ぐ不祥事受けて、えー、首相交代すると、うん、ほんまに、もう山ほど不祥事が出ても辞めへんね、あの総理って,、えー、この間いて、この間までいてましたけどもね、なんか。 えー、その成果があって、令和薬師山本取る、山本さん余裕ってことだねと。おっぱい、<laughs> 取り誰やねんっていうね。えー、自民、公明、維新はひとまず不要ですねと。うんだこれ聞いてる人は、まあ、そこはね、そういう人の方が多いと思いますよ。あのなんかこうね、あのツイッターとかでは野党同士でディスり合いみたいなのありますけど。 あのとりあえずね与党というかね与党,にち与党と与党に近い、えー、野党みたいなのが伸びてもあんまりしゃあないかなっていうのは思いますけどね僕なんかはん竹谷さんポスターと本人違いすぎと。<laughs> このポスターマジックもなんとかねあのー、いやほんまあのー、実際におったら誰か分からんかったってあのそういえばあの元 議員さんと喋ってて、えー、そういうこと言ってたなと思い出しましたね、なんかね。なんかすごいポスターではね、ものすごいあのお姫様かみたいな、ね、感じの人は、やったら実際におったそのお母さんかなっていう、あんま言い過ぎたら、こうね、ルッキズムがどうのこうのって言われそうですけど、いやでも、 違いすぎる人ってやっぱ言ってますよねっていうね、こう修正しすぎやろっていう、フォトショップで何かやってるのか知りませんけど、えー、維新の高木さんもポスターと実物違いすぎて <laughs> み、みんなあの、いやだからね、あの、だからもう、ツイッターとかのなんか喋ってるとことかね、街頭演説見たら、 誰っていうのはあるかもしれませんよね。いや、僕はあんまり知らないですけど、うん、ちょっとね、だからあんまりギャップを感じさせないようなあの人がいいんちゃうかなっていうのは、個人的には思いますけどもね、あのなんていうんですか、あんまりこう、必要以上にあの飾り立てすぎないっていうか、自己維新はいらないと。えー マッキーさん、政治に無関心のやつが気づいて怒らないと、マジでこの国はやばいと思うとう。ねえ、ほんまに。いや、だからインボイスとかも、本当にね、あのスケーブっていうところのサイトでね、あの本名バレる可能性があるとかっていううに書いてて、よ本当は、なぜか他人事じゃないと思うんですけどね、アニメとか漫画とかも。あの どんどんこうやりづらくなってくるというか、クリエイターが育たなくなってくるとかね、うん、そういう問題あると思うんですけどね、えー、神道国盛の絶賛コメントを募集する配信なんじゃと、<laughs> そんなどこにも書いてないと思うんですけどね、えーまあ、神道国盛は今のところあの議席取れるかどうかちょっとわかんないみたいですね。 参政党はあれかと思ってたら、あれだったっていうね。えー、武田さん、松野明美さん、マラソンしてて笑ってしまった。なんかずっと走ってるみたいですね、なんかね。<笑><笑>れれ走ってもいいでしょうけども、なんかこう、う主張したいことってあるのかな、みたいなね。多分今回は、 今回も、えー、投票率下がると思います。ポポンさんはどう思いますかと。えー、いやー、や熱さもあってね。なんかこう、すごく増えるっていうのにはあんまり思わないですよね。なんか増えるってイメージはないですよね。んいや、でも増えてほしいなっていうのを思いますよ。なんか、せっかくの1票やのにね。 いや僕はもう絶対行くっていう方ですからね、なんかね。うん、行かへんっていう人のは、あんまりその、ま、気持ちが分からへん何も変わらへんとかっていうね、何も変わらんから行かんでもいいやろうみたいなっていう人もいてるみたいですけど、うん、いやそういうことなんか、そういう問題かなと思いますけどね。うん、異常かもしれませんかと。ナイスパと 山本太郎さん焦りすぎてツイッターで名簿の電話番号さらして電話作戦してって言ってたとそんなこと言ってたんですよそれはあかんのちゃいますかこれ、えーえー、俺は小,小学生のか政治に興味があったと、えー、松野さん身を切る改革に共鳴して維新から立候補愚,愚かって言うの愚かって <laughs> 選挙活動のために電話帳データをお渡ししますと、ずさんな情報管理に非難が殺到していると。<laughs> そうなんですかね。<laughs> まあ、ち,ょちょっとこ怖い、だから変な人に渡ったらね、ちょっと怖いなっていうのは思いますよね、うん。国盛の支持者探すのは、土のこ見つける波に難しいと。うんまあ、いや、そ,れそんなことはないと思いますよね。あの一応、ポスターとかあるんで。 ままあまあそれぞれね、あのいや頑張ってほしいなと思いますけど、えー、イルカさん、生イ稲イさん、落選、落 <laughs> 選しろって、<laughs> も,うもうねあのここ、ポポン七夕はね、なんかそんな短冊ばっかりになりそうやなっていう感じがしますけども、ナイスパ、えー。麻生さんが言ってるだろう、国民は政治に興味持たなくていいと。 ほんまなんかそんなん言ってましたね、なんかなんか最近もね。で森喜朗さんもね、なんか有権者寝ててくれたらいいとか、なんかそんな言ってて、まあ、ひどいなと思いますけどね。えー、で電話帳、あ厚やきを削除したと。まあ、それは削除せなあ,きあかんでしょうね。新党国盛りって何と、えー。あれデマじゃないんだって、いろいろやばいと。ちょっとこうね、ちょっと問題に。 なななななりそうなならいないのかかちょっと分かんないですけど衆院選でも自民党が単独過半数だったらいよいよ沖縄と北海道は独立するべきだと思うと台湾アメリカ同盟組んでと、うん、だから沖縄とか北海道とかねあのー、その隣の国が干渉を強めてくるってのはあるかもしれませんよね <laughs> そういうのはあのちゃおうかなっていうのは思ったりしますけど 北海道だってね、あの一時期、このニセコとか、あの外国がいっぱい、その別荘代わりに、なんか土地とか家とか買い漁ってたみたいなのありましたからね、そういえば。うん、名簿の件、えー、ものすごくヒアのツイートになってたんでしょうね、と。うん、今、どうなってるんでしょうかね。おめでとうございます、と。結婚記念日ね、が七夕の方。 焦っていると。八幡さんは貧乏だった、だから痛みをしていると、うんいや。だから僕は八幡さんは、ももあの,もうこのたでも次の衆院選とかあの十分可能性あると思いますよ。いや、いや今回もね、ないとは言いませんけど、うん、いやだからもうあの今からね、今からねというか、前から応援している人も多かったし、IWJ の頃からね。 あのいろいろやってはったんで、いや、僕も頑張ってほしいと思いますよ、うんえー。日本から独立しないといけないんですかと。うんまあ、そういう沖縄のね、なんかその独立論とかって言ってる人もいてましたからね、えー、選挙ポスターの前で小学生2人が NHK ぶっ壊せって言ってたと、うん。だからやっぱり、あの、やっぱり、なんやかんやても NHK ぶっ壊すっていうのは、あの広まりましたよね。 もうそういうのはみんな考えたらいいのになっていうね。えー、というのは思いましたあの候補者がね、なんか面白いキャッチコピーというか、うんえー、言ってることとやってることは違いすぎる。プライバシーなんだと思ってんだとみんな怒ってたと、うん。結婚記念日おめでとうと。えー、独立して憲法9条破棄できるんですかと、うん。まあ、独立したら憲法とか関係なくなるかもしれませんよね。 ひょっとしたら、うん、立憲共、立憲民主共産党がどういう風になるかね、時代が変わるかなと。そんなん自作自演とかすることないと思うんだと。だ辻元さんの生卵とかね、そんなわざわざするかいなと思いますけどもね。うん、いや、今、だって卵だって、その、ね、なんかベランダの写真写,写して、あれが不自然とか言ってましたけど、 どうやってあれが卵が投げられたんかっていうのは分からへんと思うんですよね、あれね。いや、今やったらいろいろあのちゃう、ドローンでこう、運んだりとかね、なんかそんなもんもあるのちゃうかなと思いましたよね、僕は。まあ、ようわかんないですけど。まあでも、警察に辻元さんもあの届け出た、被害届け出したということですから、だからこれでその自作自演とかっていうのは、まあ、ありえないんちゃうかなと思いますけどね。 えー、それは新憲法やると、うん。山本さんに関しては奇抜な行動,行動ばっかりしてきた自業自得と。うん、まあまあ、そういういいとこと悪いとこと、いいとこっていうかねあの、そういうとこがまた魅力なわけですよねこれ。山本太郎さんとか、あの令和の人っていうのはね。うん、まあだからすごい極端やと思いますよ。あの好きな人は好き、嫌いな人は嫌いみたいなね。えー えー、ありがとうございます。夫婦で、令和新選組欲しいですと。結婚記念日のね,ね、猫と新鮮野菜チャンネルさんは、えーねえ。自民党には飽き飽きなんだよと。希望が見出せないと。えー、浜口さん、八幡屋さん受かるよと。えー、ポポンちゃんながその奇抜さが風穴開けるんだとか慢性してるけど、国民はそう思ってないから山本の情勢悪いと。<laughs> いや、あの、 風穴を開けるというか、だからそういう山本太郎さんみたいな人が僕はいてもいいっていう派ですね、言うたら。うん、いや、なんかこう話題、話題作りっていうのをどんどんあの話題提供のしてくれるっていうのはすごくいいと思うんですけどね、僕はね。令和が戦える野党を再編するので安心してくださいと。うん、だから参院選後、どういう風になっていくかですよね。 だそういうことも言ってましたかね、こう野党をなんかこう、もっと動かすんだみたいなことも、えー、昨日かおとついぐらい、なんかそんなん言ってたと思いますよ。胸の大きさ関係ないやろってね、うんそれはあんまり言うたらダメやと思いますね。<笑><笑>えー、国会議員は頭があれだ、務まらんと。えー、七夕のアニメがあるのをやってやってと。あのいや、今もうすでにちょいちょい、あの七夕の、 あの何ていうかこう短冊が出たり入ったりしてるのがこのアニメですということで、ね、それだけかえっていうことなんですけど、えー、スカイウォーカーさんいや岡山は投票率上がった方が小野田さん有利と思うと、うん、まあどうなんでしょうかね、えー FS さん、山本太郎さんが大阪駅改正で共闘を明確に拒否したので八っ一択と。では、次の戦う野党さえの中心になる。うん、でも、なんか野党はしっかりしろみたいなことは言ってたと思いますけどもね、なんか2、3日前。北海道民は日本から独立すること賛成と。花ちゃん、世界にも悪事をかばう国もあって、悪事で辞任する国もあると。 このね今日のジョンソン首相みたいにね、イギリスの、えー、なんか要はね、まあ、だやっぱりこの上に立つ人はやっぱりね、ご責任も重いですわわけですかね、国のトップとかってなったらね、らそこはやっぱり自覚してほしいなっていう、キョンキョンと言っても柳屋、柳家京太郎さんというんですか、じゃないんだねと。 小泉京子さんもどんどんね、あの言ってほしいですねいあの、割と立憲民主党の、あのなんか、ズームとかに出たりとかしてはったんじゃないですかね、あのい,やいいことですよ、え信念ない松一郎さん、神谷さん、山本さんは逃げませんと。 青空さん、今70代にメロリン級時代のイメージで未だに嫌われてると。まあ、そない、なんか嫌われる、あれなんでしょうかね、なんかよう分からないですけど、なまあ、本当はあの、たけしの元気が出るテレビに出てた時の山本太郎さんっていうのは、すごい尖ってたなというかね、なんかすごい生意気な感じというか、えーまあ、それがあの受けたんですよね、またね。 まあだいぶ変わったなと思いますよ、そう思えばね。昔からずっとテレビ出てはって、えー、埼玉西美由香さんと。まあ、共産党の方でしたっけ、こうえー、西美由香さん、ちょっとわかんないですけど、多分昨日も言うてくれったんじゃないですかね。兵とあおってる感じが怖いと。うんだ辻元清美さん、ほんまね、あのー、だかこないだ事務所、 ねえあの侵入したやつみたいなのがまた現れてもおかしくないと思うんでね、いや本当、厳重に警戒しつつ、選挙運動、いや頑張ってほしいなと思いますよね。生卵を聞いて、剣なを思い出しましたと。なんで生卵なんでしょう。生麦、生米、生卵みたいな。選挙出てる人が放送のある記者会見に出るのはいかがかと。 ねえまあ、俺はもう西美佳さんに入れません西美佳さんというのは令和の人なんですかねちょ,ちょっとわかるもうどっちかわかんない誰か教えてほしいですね,ちょっとね、えー、辻元屋台自作自演とかあんま言わん方がいいと思いますよこれ、えー、T. さんキョンキョンって、えー、まさか若いみどりさんのことですか 懐かしいですね。若い緑さんはね、あの若い梢緑さん、梢さんの方がお亡くなりになったんですかね。えー、で、緑さんが、緑さんがキョンキョンって言ってたんですかね。なんかもう忘れましたけども、お気軽にっていうね、あれが梢さんの方でしたから。えー 山本太郎ると自民圧勝から雲行くや怪,怪しくなってきたと。だからこれ、それが今日の、ね、共同通信の、えー、一人区でね、あの7県接戦というのに出てるんちゃうかなと。えー、福,井福井は自民が80歳らしいが年齢的なものかなと。ある。若い緑さんももう亡くなったんですが、たらこ、唇さん。もうちょっともう分かんないです。もう芸人さんもね、もう分かんないですよね。 あのもういろんな方があのどんどんお今日なんかね遊戯王の方があの沖縄の名護市であの亡くなったとちょっとびっくりしましたけどねそういえばねちかなかさん大阪では王貞治ですら卵襲撃された卵襲撃されたとあそうなんですか怖いですね、えー、山本太郎さんトップトップ当選させたいと、えー、事実なら逮捕されるとえー 場所を開けられる <laughs> もうまいろよ。だんだんこれあの、あの、ちょっと揉めないようにね、あのお願いしますということでもう、えーだ、自作自演っていうのはちょっとありえないと思いますけどね、僕はね。うん、候補者当選させたいと、えー。全員受かってほしい。今までの苦労が報われるといいなと、愛ちゃん。 1>, 1年が早すぎると、事故を維は庶民に戻れと、えー、これ以上、2班に、えー、離れてしまったら困ると、辻元さん、高槻の事務所嵐は、えー、あれだったと、うん、ちょっとぶわーっとね、もうぶわーっとちょっとコメントが、えー、もう今,今パッと見たら、 あの567人の方がにね、なんか聞いてもらってるみたいでいや、それは一つ一つ読んでたら追いつかんわっていう話ですよね、これ <laughs> い,やいや、すいません、そら遅れるわなっていうね。いや、だから最初の方にコメントしてもらったらね、あの確実にあの読めると思うんですけど、<laughs> じゃあ、こんだけ増えてきたらね、あのもう大変ですね、えー、もうすいません、ちょ,ちょ,ちょっとあの、 えっとね、ヤクルト2000、上杉さん、マツコさんがヤクルト2000とか言い出して、それで流行ってるんですかね、えー、ポンポンさんのところに来てる皆さん、テレビ見てたりしますかと、えーえー、爆殺さん、ポンポンさん、こんばんは,こんばんは、えー、ホットさん、ちょっと最近自民党、調子に乗りすぎてるからねと。えー だから自民党にお灸を据える選挙になる可能性はあるんちゃうかなっていうかね、まあ、この3日、えー、この3日、どういう判断をするかですよね。今日は半月と,、えーえーっとね。村中さん、ポポンさん、選挙当日の配信予定はどうなってますかと。いや多分すると思いますけどね。まあ、ちょっと 8時に、8時にこの情勢みたいな、ね、この投票が終わってのこう議席予測みたいなのが出て、その後やるかもしれませんね。うん、まあでもわかんないですね、僕もあのちょっといろいろ用事とかあるかもしれないんでね、うん、どうでもいい、まともなやつだけでいいと。えー YX さん、こんばんは、東京6分の3をなんとか確保したいですね、と。うん、音楽業界が行くいなと、今さん応援するでどうかしてると、えー。T. さん、えー、こえ声で有名な岡健太師匠、こんばんは、と。うん、いや岡、岡健太様の、堺商戦の時ねあの維新の候補のね、あのー、 あの応援であの来てた思い出しましたね、そういえばね、あの吉本の芸人さんもねあの、維新のこと何も知らんけど、とりあえずなんか呼ばれたから来たみたいなね、岡健太さんもそんな感じやったかなっていう、えー、のはねあの、思いました。ニコニコに水道橋博士が出てると、玉川良一さん、えー、産経が山添さんにとか書いてたけど、真に受けたらあかんと。 2っていうのはちょっとね、僕でもちょっと前打つばかなと思いますね、うん。いやだから山添さんも山本太郎さんも本当にあの当落戦場と思った思って頑張るのが一番いいでしょうね。うん、今んところ一番あのー、 なんていうか、決まってそうなのが自民党の朝日さんと、えー、蓮舫さんと公明党の竹谷さん。この3人は堅いと。でその後の3人は本当に、あのー、もう当落戦場って思った方がいいと思いますよね。うん、MO さん、朝日育な今井さんが当選したって、どうせ法案採決要因だろうと。まあ、こういう感じでしょうね。えー、中、中長さんっていうのは、令和、 には国民一人のオーナーが風を送ってほしいと。えー、産経の選挙則は取材を含むだから操作可能と。うん。まあ、産経はあの去年やらかしてますからね、あの世論調査の不正の件で。えー、まあ、もうちょっと様子見なあかんのかなっていう。ジルスさん、こんばんは。えー、杉田美桜さんなんか違いすぎと。 え陽介さん、礼はいらないと、<laughs> ま,まただんだんあの、このコメント欄であの <laughs> 礼、礼は頑張れっての、礼はいらんっていう人のね、この争いが激しくなってくるかなと思うんですけど、あのまあまあ、あのね、あのちょっと、えー、コメント欄あんまり見ずに、僕のねあの、このお話聞いて、癒されてもらったらいいんちゃうかなと思いますね。 えー、ピカリカさん、京さんは女性が当主になるのもありと思うと、田智子さん以外にも高橋千鶴子さんとか岩渕さんとか、ね、田村智子さんも本当にあの僕もね本当に会って話しましょう、本当に気さくな、ね、すごくいい感じの方ですよ、あの今回比例ですかね、田村智子さんは。まあ、田村智子さんなんか次のね、あのー、 当首の候補に入っても全くおかしないんちゃうかなっていう、あの今のね、このメディアの露出具合とか見てもっていうのは思いましたけども、大阪にカジノはいらん、維新もいらんと、えー、取れないでしょと、国盛りと、えー、ジルさん、毎晩の配信お疲れ様ですと、えー、松山三四郎さんの結果楽しみっていうね、今日はあの認めてましたね、文春の、文、あのー、春法に対して。 あれがどう影響するか僕もすごく気になりますね。なあの、長野の選挙区。いや、僕は杉尾さんね、なんとか、あのー、競り勝ってほしいなと思ってますけどね。杉尾秀哉さん。キウイペディアさん、音楽4団体問題ってアーティスト不在だよねと。アーティストの方は、あのー、支持しませんって言ってますよね。本当に。それ嫌でしょうっていうね。 音楽やってる人っていうのはあんまりこの上から言われたから従うとかでそういう人はそんないないと思いますけどね。さとしさん試験という私利私欲の蜜の味自民党議員は蜜蜂に群がる大オスズメバチだなと、うん。投票率上がる。も、え、も、ー、さん期日前投票に行ってきましたがいつもより混んでましたよと。 で意外とね、意外と期日前投票混んでたりするんですねぼん。僕は今回まだ行ってないですけど、前期日前投票行ったとき混んでたんでね、まあ、早めに行かれた方がいいかもしれませんね。まともな生徒は令和だけと。プライバシーは少なくとも言えなくなったと。えー TACQ さん、子供バンドの宇治木剛さんや、ムーンライダーズの鈴木圭治さんは、い,くいなしには入れない業界団体が音楽関係者イコール、えー、自民支持みたいに振る舞うのと明言してますねっていうね、まあ、そういうの、だから鈴木圭治さんもそんなん書いてるとびっくりしましたね、もうツイッター見ましたけど、宇治木さんもね、宇治木さんは結構あのそういう。 なんか政治的なこともなんかちょいちょい言ってたような気するんですけど、鈴木圭一さんがそういうことを書いてるっていうのが、えー、いや、さすがやなっていうかね、うん、最近、あの鈴木圭一さんの「スカンピン」っていう曲をよく聴いてるんでね、あれもだいぶ昔の曲みたいですけども、あのえー、いや、なんか、 あのな好きなアーティストの人とかが、なんかそういうまともなことを言ってくれると嬉しいなというのはあると思いますね。うん、えー、安藤さん、奇跡を起こせるのかと。パチンコ屋はいらないと。えー、まともな政治家はメロリン級を踊るんや、知らんかったと。<laughs> まあ、別にいいと思いますけどね、もうあのメロリン級も。面白かったらいいと思います。えー、共産、社民、令和のびろと。 維新は不祥事とに解明してと、ね、そろそろ荒れてきましたかと、まあ、だ,だんだん、ね、荒れてくるんですけども、まあ、そしゃのないですよね、これね。えー、あの見てる人もねあの、ちょいちょいコメント欄を見て、あのずっと見てたらね、あのあの心もすさんでくるかもしれないんで、<laughs> たまにちょっと書き込もうか,書き込もうかなと思ったときにコメント書いたらいいんちゃうかなと。 えーまあ、あとはねあの、僕のこの七夕画面に、えー、ちょっとあの見といてくれたらなという、えー、ちょっとだけあの画面も棚あの天の川背景にちょっと変えてみましたということで、ね、共産7から9はいけると思います、伸びると思うと。NHK の政党支持率、NHK の世論調査で、 急にね、1.4ポイント共産党だけがね、政党支持伸びてたっていうね、こなの,の動画にもアップしましたけども、あれ何なん,なんやろうなっていうね、うん、共産党だけですよ、あの伸びてたん政党支持率で。ちょっと1.4ポイントも伸びたら誤差って言えるんかなっていうぐらいの、あれはびっくりしましたね。うん、え立憲、共産、社民だけでは与党に全く勝てる要素がない事実を見直しましょうと。 だか,本当にね、だから、みんな協力するっていうことが僕は大切やと思いますね。うん、もう令和もね入って、達夫さん、今日東京都西笠駅ですかね,ね、太郎さんが遊説に来てたので行ってきましたと。300人ぐらいはいたなと、なんとか票に結びついてほしいと。うんねえまあ、ほんまに暑い中ね、もうみんなあの頑張ってはるなと思いますよ。このねえ 太郎ちゃんたまに勇み足しちゃうから、周りの人を気をつけてあげてと、頑張ってと、えー、C さんは70歳くらいまで続投だと思うと、後継の委員長はおそらく小池さんから、田村さんは初期局長も良さそうと、えー、政策委員長は誰かの、まあ、まあそういう可能性ありますね。まあ、次はやっぱ小池さん、小池晃さん、えー、の可能性が高いでしょうね。うん まあゆくゆくは田村智子さんも、えー、あの、委員長になってもおかしくないかなっていうのは思いますけど、IWJ のスタッフだった黒川さん、なぜ陰謀論と。IWJ のスタッフやってたんですか、これ。いや、黒川さん昔はね、あの、電話作戦とか言って、えー、なんか愛媛,愛媛かどっかの、あのー、なんか選挙で応援しはったなっていう。 脳は覚えてますけどね。救助をぶっ壊せと。えー、立憲、今回だけ痛い目見た方がいいと思うと。えー、鶏がベランダで産んだと。うん、なんか卵になんかシール貼ってませんでしたっけ、あれ。<laughs> 辻元さんとこの、えー、令和の政策わからないかなと。えー、桜田連邦、え立憲が一番堅実。マリさん、令和しかおらんやろと。 えー、今日の維新の東京のエビサワさんがボーナス泥棒、大阪帰れとて大声で言われてたと。またそういうのツイッターでね、そこだけとても流れてたりするかもしれませんね、あの猪瀬さんとサワさんの件みたいに、えー。大野さん、令和共産党へ社民党、立憲の議員が増えますようにと。 維新と自民党は不祥事が多い、イギリス・ジョンソン首相が辞任表明した、えー、しぶとい安倍晋三さんを引きずり下ろしたいと <laughs>。まあでも安倍さんもね、あのー、やっぱり今、なんかいろいろ発言してるのは、やっぱその岸田さんのやっぱ存在が大きくなってるからっていう裏返しやと思うんですよね、なんかね、山口選挙区とかも、あのどうなんのかなっていうのは。 の興味ありますねまあまあでも本当に、まあ、もっと野党,野党が増えてほしいっていうのはこれ聞いてる人多いと思いますよ本当に、うん、いや僕はもうそこでいいと思うんですけどねもうそれ以上のこう野党のディスり合いみたいなのはあんまりねもうやってもこう逆効果かなっていうのは思いますけども、うん、和代さん辻元さん えー、大丈夫かな、本当に自作自演だなんて、この国の品性は地に落ちているわっていうねいや、そういう雰囲気が怖いと思いますした、あの辻元清美さんの,あのベランダの剣、えー、っていうのはね、卵投げ,投げられてたっていう、うん、辻元清美さんだったら何言ってもいいみたいなね、そういう怖さを僕は感じましたけどね、あの見ててね。 ちょっとコーヒーを飲みますよね。えー、a e 12343。C さん70歳くらいまで読くと、えー、やめた方がいいと。うん。まあ、そろそろでも交代もあるかもしれませんよね。うん。オリーブの木の時は令和に近かったなぜ転落やと。うん。ね、森友問題とかや、森掛け問題とかね、なんか、一生懸命やってはったのにね、みたいなね。 ちょっと分からへんなっていうね <laughs>、えー。関川さん、誤解の多い令和、誠の政治は令和だけですと。モーリーさん、積極財政の政治家個人を応援してましたが、えー、今回は令和を応援することに決めましたと。だから令和支持の方があの結構多いというかね、あのネットでは本当にあのコメント、YouTube のコメントとかね、なんかそういうの多いなというのは思いますよ、うん。どういうありがとうございます。 消費税上がって搾取されたいならどうぞと、えー。C さんはかなり若い時になったんでしたねと。なんかそんな感じですよね。なんか若い時の写真、なんかピアノあの弾いてる写真っていうのがなんかネット検索じゃ出てきたりしますよね,なんかね。個人的には田村さん、田村智子さんが委員長になってほしいと、えー。初期告知は小池さんが続投と。うんまあこの辺もねまあ、人事も、えー 動きがある可能性はあると思いますよ、共産党も。えー、警察に被害届け出した時点で、えー、話し合い解決できないと、えー。頭空っぽじゃないと。私も全部同意してないけど、令和も応援していると。消費税19%とか無理ですよと。もうただでさえこの物価高でね、もう大変な人多いと思うんですけど、いや、ほんま高いなと思いますよ。 この物価高、えー、国対委員長は返り咲いた藤野さん政策委員長は吉良し子さんでと令和と立憲の帯同士を憲法13条変えないでと、えー、ポポンちゃんコメント追いかけお疲れ様ですと、えー、もうちょっとだんだんねもうちょっとだんだんちょっとあのー、こうリアルタイムにね反応した方がいいかもしれない、ね、ち,ょっとちょっと飛ばし飛ばし国民目線えー 事故死は金だけ、ね、いい年こいた頭空っぽ、近藤さん、ね、こんばんは、埼玉選挙区の梅村冴子さんをよろしくお願いしますと。埼玉もね、もう激戦みたいですから、えー、35歳でしょ、えー、初期局長と、令和だけじゃなかんと、えー、割と遠くの共産党のライブ見てると。もうどんどんね、もうあいや各政党も本当、ライブをいっぱいやりはったらいいと思いますよ。 東京、神奈川、埼玉でと、とっとしと協賛、消費税減税、えー、お願いしますと、えー。一説によると、日本人男性は60代後半になると8歳くらいの思考力になるらしいと。ほんまかいないね。8歳はちょっと、あれやろっていう。山、う、本、んえー、太郎、ガバイバーチャんのイベンジしか出てはったんですかね。えー 子さん埼玉高木麻里に票発めると維新が当選しちゃうと。YX さん、神奈川の立憲2人問題、もとはといえば野党ヒアリングをやめた希望の党路線の執行部が悪いと。これね、この神奈川の立憲2人問題と昨日ね、あのなんていうんですか神奈川で立憲民主党2人立ててるんですよね。あの宇宙母さんという水野素子さんと、あと寺崎祐介さんという方出てるんですけど。それで 県の執行部が、ですねあの、情勢的には水野さんがあのあのポイントが高いんで、水野さんを応援するみたいな方針を決めたら、まあ、寺崎陣営が反発して、ですね、昨日記者会見して、えー、それを撤回というかねあの、それぞれ頑張っていいんだということを昨日記者会見やってはったんですよね。 で寺,田寺崎さんを応援している人たちは、もう期日前投票とかですでに入れてるのに、なんなんや、この立憲民主はっていうふうな、ごたごたっていうのが昨日、今日昨日から今日にかけての動きですね。うん、いやだから逆に寺崎さんに僕は、あの立憲民主支持の、ね、こう同情票っていうのが集まるんちゃうかなと思いますよね、あの昨日の騒動を見てて。 あ西みゆかさんは令和新選組の方なんですね。すいません。<laughs> 西みゆかさんは令和の方ということで、えー、西みゆかさんは令和国際弁護士と。うん、すいません。もうちょっと全国の候補は、ね、もう全然分かってないんでね,もうね、えー。共産党の埼玉は上村彩子さんと、えー、いうことですね。生卵は外,外国もあったと。えー まあ、ちょっとね、ちょっと休憩しながら、ちょっと喋らせてくださいってことで <laughs> まあ、でも,もう、ああ、もうでも、すごいですね。もう時間経つのがね、あっという間ですね、こうやって言ったら、もう、1時間半ですね、山添さん、山本さんで6位争い。えー、民衆なんて、ほんのちょっと、大、う、方、ん、自民党政治だと。 三輪さん、自民の立候補者2人もと。うんえー、田中良さん、最低賃金1500円にしてほしいと、えー。ちょっとね、すみませんね、これあの、ちょっと、もし名前四面んてない方がいたらね、またちょっと書いてほしいんですけど、えー、菅さんというのはね、日本共産党比例区全員受かってほしいと。えー 話してる間にコメントがわーっとね進んでいくね田村さん頼りになると、えー。朝日さん、何度か質疑に立ったらしいですよねもう今日ツイッターでね、あれはああのあのなんていうかミスリードだっていうのバズフィードジャパンが出してましたね。うん、まあでもあの、外から見て何やってるかあんまようわからんっていうのがやっぱりもんのそう思われるんちゃうかっていうふうにも。 思いましたけども、国会では発言していると、えー、いうのがあの正しい、えー、方みたいですね、うんえー。妻の網浜直子さんが気の毒と、松山三四郎さんというね、これ、本当に <laughs> 長野選挙区の、えー、松山三四郎さんの文春法、えー、あれはどうなんやっていうね、ほんまに。アパムさん、荒れてる、荒れてると。 庄司、えー、さん、共産党の人事に口を挟みたかった、年収の1%、年間5万円くらいの新聞代払って、問いになったらええねんと <laughs>、まあ、そういうことでしょうね、でもね。まあまあ、でも、あのねあの、共産党の以外の方も,もう人事っていうのは、あのまあ、興味のあるとこやとは思うんですけどもね。あたたまるさん。 山本太郎さんと水道橋博士の共通項は北野武と。まあ、それはあるよね、やっぱ武士さんつながりっていうか、うん、あるんじゃないでしょうか。えー、赤旗はハイクオリティペーパーですと。えー、と、えー、ゼレンスキーは全ラゲやってた。そう、ゼレンスキーもね、あのゼレンスキーはもっとあのすごいことやってましたよね、なんかね、ピアノを弾いてたっていう。 スパークリング・ウィンストンさん、こんばんは、今日はチリンチリンありますか今日前半の方でね、チリンチリンやってたんですけども、チリンチリン芸っていうかね <laughs> チ、ゲーじゃないですけども、きょうは七夕ということで、えー、ちょっとしばらく背景をあの天の川っぽい背景にしてます早坂さん、参、え、院、ー、埼玉選挙の梅村彩子さんは、川口 市で路上生活者支援もやっている方なのでよろしくお願いしますと。そういうこともね。いや、本当は、なんか共産党のね、あの候補者とか、あの議員の方とか、本当そういうホームレス支援とか、やってはるんですよね、本当に。まあ、そういうのも、僕はあの見てほしいかなとは思いますね。あるとは避けたいけど、野党を大きく伸ばしたいと。ひーやんさん、こんばんはと。 えー、もう、ちょっとね、えー、大野さん、権力者とか金持ちで弱い人の気持ちをくみ取れないとは、えー、大嫌いと。えー、消費税導入時に反対してたのは共産党だけですねと、えー。田村智子さん、大門三岸さん、当選してほしいと。盆踊り集団いらんと。大門三岸さん。 三木シっていうのはひらがなですね、選挙のね、あれはね。大門さん、うん、自分は私服を肥やして身を切らないが、国民を見る、気を切る改革、その維新はないわな、と。えーね、本当にも。もう維新の不祥事いらんと。だからもうそういうことですよね、もう。まあでも今日なんかね、まだ関係ないですけど、尼崎の市長がね、退任すると、次の、 市長選に出ないっていうのを今日記者会見やってましたけどもあの記者会見は見てないですねそういう記事ありましたけどまた尼崎市長選でねこう維新がまた出すんやろうなって思うとどういう風になるのかなと思いましたね尼崎の問題、うんえー、辻元さんは労争票が固いので今回は絶対当確と、うん、辻元さんも硬いと思いますよ比例であの 他名前書く人って言ったらね、あんま思い浮かびませんもんね、あのあの有田さんとかも取りそうですね、有田芳生さん。うん、有田さんも、なんかだか,らだからかなんか知りません、こう嫌がらせっていうかね、なんかこう、外線活動されたりとか、なんかすごいことになってたなと思いますよ。とにかく自公、維新以外の議員が増えてほしいってね。 浅井さん、えー、まともな生徒は令和だけと、他とは利権のみと、えー、松田さん、えー、こんばんはということで、同じ質問に真逆の回答したり、社会保障のために立候補したと言いながら、えー、医療・介護費は今のままでいいという生な候補、何をやりたいのっていうね、ほんまに。もうだからもうイクイ、生稲、生稲、なキ子さん自体は僕は別にね、否定はしませんけども、な、なんなんかなっていうね。 お前なんかやってくなんかやってくれそうっていうのは思ってないですし、あの他の、ね、応援してる人たちも別に何かやってほしいからっていうのは期待してないんちゃおうかなっていう、自民党の議員としていてくれればそれでいいみたいな、でアンケートとかもね、なんか回答してないとかあのっていうのもね話題になってましたからね、ほら、政策で令和と。えー 郷原さんが令和を過大評価してて引いたと。郷原さんがね、あの、ね、でもなんか令和の大島久雄さんを応援してるみたいな書いてるツイッターを見ましたけどね、なんかね、うん、まあだからツイッターでもバンバンね、あのー、みんなやったらいいと思いますよ、本当に。うんえー 菅野さんのも見た方がいいと。と五原さんの動画見てない。経団連法人税を下げるために消費税増税を自民党に要求していると。だから消費税を増えた分ね、社会保障にちゃんと使われてないというかですね、その分法人税下げてたら意味ないがなっていうね、っていうことですよね。 ちょいちょいあの、ねこう、ついていこうと思うんですけど、なかなかあれですね、あれピオさん、立憲神奈川の会見、どう思われましたかと、うん、まあ、寺崎さんはもう気の毒やなと思いましたしよ、まあ、寺崎さんは僕は、でもその、その反動で同情票を集める可能性はあのちゃうかなと思いましたね、うんえー。田島さん、ゲストは大島木久夫さんです 踊る弁護士、西美佳さん、えー。寺崎さんは県議、市議、県議、市議の経験者、宇宙母さんは2ヶ月前に引っ越してきましたと。<laughs> それはやっぱ、そんなん待って反発はね、あるでしょうね。あの宇宙母さんね、いや別に、水野さんが僕はあの、ね、いいとも悪いとも思いませんけど、やっぱり立憲の執行部がそういう、なんでこの時期にそんな、こう、 候補に差をつけるようなことをね、あのツイッターでも変えてしまうのかって、ね、竜さんっていう、竜博文さんという方が書いてはったんですかね、あのこういう方針になりましたっていう、それはどうなんやろうっていうふうに思いましたけどもね、えー、アホアホさん、イチャイチャもうそん,な,もんな、なんのこっちゃうよね、ほんまね。えー、もう。 松田さんの共産党の議席予測、選挙区に比例3とあったと、えー、比例3っていうのはね、まあでも、あの頑張らなあかんということでしょうね。うんだ現状から減る可能性もあるっていうことなんでしょこの選挙プランナーの方が言ってるのは、うんえー。自公政権、自民党の政治ルールでお金をかかるシステム構造に問題があるんやろと。 マコトさん、生稲さんあかんと。国章さゆりだったらええと。んのこっちゃあるね。まあね <laughs> まあ、国章さゆりさんが出た方が票を取る可能性はあったかもしれませんね。まあ、声もかかってたかもしれませんけど、えー。ニコニコニュース、高井隆さん頑張ってると。えー、沖縄さん、えー、こんばんはということで、ね。共産党の雑誌面白いと。まあ、本当に。 えー、辰巳孝太郎さん好きだから大阪民衆新報が単存しみと、えー、辰巳孝太郎さんも八幡大さんも両方当選してほしいと、えー、沖縄さん、C さんは35歳で初期局長45歳で院長今67歳とずっと32年ずっと養殖に行ってるのはすごいなと思いますよね。 えー、辰巳さん頑張れと、えー、辻元さんは NGO 法を作った、実は優秀な人ですよと、あそういえばそうですね、NGO 法案、うんまあ、だからね、だからアンチも多いっていうのもあるんでしょうね、ほんまに。いやのね、去年、高槻の、ね、選挙区で落ちたから、あのちょっとはなんか、あのそういう ヘイトみたいなのがやむのかなと思ったら、なんかさらにえげつなくなってるなっていうのが、やっぱちょっと怖いですね。うーん。○信頼を文字で埋めようと。えー、立憲支持者ですが、辰巳孝太郎さん絶対当選しないといけないと思いますと。えー、有田さんのツイッターはなんであんなおかしいのおかしいんですかね、なんかね。いや、僕あんまり見てないんであれなんですけども。 いや僕有田,芳生さん有田芳生さんも、あの令和支持者からなんか敵視されてるような,なんか感じがするんですけど、<laughs> いや僕、有田さんも頑張ってほしいと思いますよ、当選してほしいなという、前回、あの前回、有田さんが当選したとか比例でトップやったんじゃないですかね、有田芳生さん。 下手に炊き出し屋とか食料支援すると買収の公選法違反になるか普通は自分からやってます。アピールはしないと、えー。炊き出しのボランティアを一番やってるのは自民党,自民党議員だと笑うと。アピールせえへんからあ,のあんまりね、ちょっと知られてないっていうのがあるんでしょうかね。えー、下村さん、えー、立民共産社民、えー、令和が野党です。その他自公与党ですと。おにゃんこよりもむすと。 モーニング娘。もねしばらくしたら、元メンバーの方が自民党から立候補っていうのもあるかもしれませんからね、ほんまに <laughs>。<あの笑>その辺いや、ほんまに、そほんまに、その辺、ほんませその辺、ほんまそれなら、渡辺、マ里奈からと。立憲民主党からも、も元モーニング娘。一位さんが出たというのはありましたよね、そういえばね。えー 辻本さんが NPO ピースボートの設立メンバーですからねと、と。ピースボートをねあ、もう大きく、あんだけ大きくしちゃうのはすごいなと思いますあの、世界一周の、あの、船ですかね。えぇ、ー。白髪惹かれたの生稲さんと工藤さん、工藤静香だけでなく、斎藤真希子さんもたまには思い出してあげてくださいと、と。いや、だからそういうなんかね、こう、 でメンバーが多いグループとかの人が選挙に出るっていうのは今後もあり得ると思いますね。えー、例は言うと、よ、えー、子さん、社民とんとかしのいでほしいですと。あと、沖縄の選挙,選挙結果にハラハラしてると。伊波洋一さんも本当頑張ってほしいですね。もう接戦みたいですからね。あの 今年のね、11月ぐらいの沖縄県知事選を考えても、ここは伊波洋一さんに、何としても、あの競り勝ってほしいなっていうのは思いますね。えー、七夕ということで、あのちょっと願いをねあの、込めて、沖縄とか北海道とか、伊波洋一さん、ほんま頑張って、社民党もね、120万票、なんとか比例で、 取ってね、えー、福島みずほさんが議員になって政党要件もクリアできたらね本当にいいと思うんですけども、うん、令和を称えいてる連中は何を勘違いしているのかと、うん、まあねいやだから、まま、その令和もねこうあのイメージ的にこう急成長してきてる感じがあるんでそうなるとあの叩きたくなるっていうのもあると思うん なんかね、あの決しても令和もうあのちっちゃい党というよりは、もう存在感だけはすごくあると思うんで、まあ、もうこれはもうしゃあないですよね、たたかれるっていうのはね、それだけあの存在感が大きくなってるっていう裏返しなんちゃうかなっていうのは思いますけどね。えー、橋本さん 山添拓さん、山本太郎さん、そろって当選させましょうと。えー、一井紗耶香さん立憲辞めたんですね。<laughs> いや,いやもう、もう出ない言うたんですかね。なんかそんなんでしたね、そういえばね。えー、今後、ますます30年ぐらい前のミニ政党ブーム来るのかなと。なりそうです。もう来てるんじゃないですかね。いや、だか一つはね、だこうユう YouTube とか、 の、YouTube とか Twitter とかで、その選挙に出るのがメリットになるっていうのはあると思うんですよね。まあ、あの名前を打って、例えば YouTube でチャンネル登録者数を増やすとかね、あの、なんていうんですかこう、Twitter のフォロワー増やすとか、そういうのもあのちゃうかなっていうのは思うんで、うん、もういろんな、 団体が出てきてもおかしくないかなっていうのは思いますけどもね。えー、タレント公はみんな悪いわけではないと。蓮舫さんもね、もう初めはタレントでしたもんね。だどれだけ勉強してね、どれだけその有権者というかね、国民の声に応えるかっていうのをちゃんとやってくれれば、別にタレントだろうが誰でもいいわけですよね。本当に。あの無職の人であろうがね。 元も、えー、AKB が芝あるかもねと、あ先々ざね、高橋みなみさんは最有力候補、ありそうですよね、なんかね、あのー、な,なんでしたっけあの、よう出まくってる人よりも、ちょっと、ちょっと影薄くなってきたいなっていう人が、あのどっかの政党から立候補っていうのはあるんちゃうかなっていう。 例は純ちゃんからも叩かれると。<laughs> 桜を見る会の話のために、ももクロと安倍さんが Z を教える写真使うのそろそろやめたってくれと。ももクロもねいあの、気の毒やなっていうね。ほんまに。うんえー、生稲さんはと当選者は今後6年闇税金で遊んで生活で闇税金ってなんなんやっていうね。<laughs> 6年間、 6年間税金で遊んで暮らせると。そういうことですよね。えー、まあ、遊んでってことはないと思いますけど、でも、あの目立った活動というのは期待できるかどうかわかんないですよね。実は、令和ファンやろと。そうだ、そうだとシ、シェルビーさん。えー 大五郎さん、生い,いなら小学生の社会から勉強し直さないと、NHK の番組で26の問いに、質問に何一つ答えられなかったと。これもね、だアンケートで無回答っていうのは、あのちょっとどうなんやっていうのを思いますよね。白井さん、えー、山本太郎をそ宣伝してくれるのありがたいですと。いや、だからね、だら言うたらアンチもね、あの 令和支持に貢献してるって言ってもいいんちゃうかなと思うんでねあの他の政党のアンチとかもそうですけど、まあ、辻元清美さんのアンチとかもそうなんですけど、いや実はあの知名度に貢献してるっていうか、うん、アンチは養分っていうね、まあ、そういう、あのなんかネットでそういう言葉ありましたけど、いやだから必ずしもね、アンチが、あの まあ、鬱陶しいと思う人がいるかもしれませんけど、いや、必ずしもね、そうじゃないっていう、むしろこう知名度アップに貢献してくれてるっていうのは、そういう取り方した方がいいかもしれませんね、気持ち的にね。えー、基本芸人で、ね、食えなくなったような人多いとうん。赤松さん、まあ、赤松さんは、<laughs> そんな言ったらね <laughs>、まあでも漫画図書館とかで、 あのなんか広告収入は入ってるんじゃないか、カットでしたっけ、なんかネットのねあのただで無料で読める漫画、あれはいいと思うあれ赤松さんやったんじゃないですかね。なんかいやだから自民党からねあの出るっていうのに、やっぱちょっとよく思ってない人がいるんちゃうかなっていうのはあるんじゃないでしょうか。えー 柴田さん、ポポンさん、こんば今ん後ん、尼崎のコロ,コロッケマンですと、今日は聞けましたと。今日は共産の小池さんが尼崎に来ましたと、小池さんとお話ししたと。えー、あ小池晃さんもね、もう本当、日本全国回ってるみたい大変ですよね、本当ね。えー、いや、もう、兵庫も、兵庫選挙区もね、大阪選挙区も、いや、頑張ってほしいなと。 批判もされないような人はガチの空気だから、それはっていうの、まあ、そういうことですよ。いや、いやだからね、だからこれ、本当ね、いや僕はアンチは養分みたいな感じで思ってた方がいいと思いますよ。本当に話題にもならなくなったらね、その時ほんまの危機感持った方がいいんちゃうかなっていう、もう、全方位から叩かれるっていうのは、やっぱそれだけ、あの、い あの注目されててるってことですよ、うんまあ、でもほんまに悪いことしたら僕はだめやと思いますよね。その時はあの本当に引きずり下ろされると思うんですけどそうじゃなくてねただ叩かれてるだけやったら僕はあのむしろあのいいことラッキーと思った方がいいんちゃうかなっていうぐらいの方があの落ち込まなくていいんちゃうかなと思いますけどね。 落ちたら表現の自由を主張するのはやめると明言、赤松、ほんまかいなよね、お前 <laughs> なんま。何なんやってうね、なんかもう、いやインボイス、インボイス制度の問題もね、ほんとここ3日ぐらいで急に、あのー、反対する団体もね、あの最初のほう、今しえが増えてきて、アニメとか漫画業界とか。いやほんとそ 赤松さんだってね、インボイス反対するんやったら、自民党から出ていいんかいなっていうふうに、ちょっと思いましたけども。漫画図書館 Z は漫画家に還元されてるサービスですよってね、どこれは僕評価していいと思うんですね。赤松、ま、これは赤松さんやったと思うんですけど、あの広告、広告が出る代わりに、その、配管になった漫画とかをあの無料で読めるっていうね、うん、もうここで、ね、あの 何冊かか読みましたよ、えー、なんか前、も名前忘れなんとかなんとか16歳っていう漫画、あのなんか女子高生のアンドロイドをおっさんがなんかあの腹話術みたいなして動かしてるっていうね、ちょっと名前忘れました、あれ、漫画図書館 Z で全部読んだんじゃないですかね。えー あのだがタイトルを思い出したらあの書いてくださいという、ね、あのドラマにもなったやつね Perfume がなんか主題歌みたいなやってたやつ、えー「太陽は銀河系の中心に秒速220キロで降転しているようです」と「何、うん、の話なんや」っていう <laughs> 自由共和党は誰も話題にしてないと、えー 辻元清美さん配信、チャットもコメントも公開する勇気をと。うんだそこがね、あのーま、なんか大変なんじゃないもうあもうめちゃめちゃ荒れるっていうかね、もう多分、ツイッター、Twitter、とかでもね、なんかコメント、なんか、あのー、なんかそなんななってませんでしたっけ、なんか、もう。まあ、あの、ね いやちょっともう、これ、あっという間にでも2時間経ちますね、なんかね、もう 1, 1時間ちょいかなと思ったあっという間にこう小さい、えー、核融合は強そうと、名前だけと、えー、東京選挙区で危険信号の山本太郎をもう少し大人になってほしいと、うん、<laughs> いいんじゃないですか、ね、別に。<laughs> えーえー 長野のりこさんっていうんですかね。give me くれくれたまちゃんは泣けたぞと漫画図書館でと、うん、いや、意外とね、あの、意外と、いや、僕もあの、あのネットで漫画とか読んでますよあの。なんか漫画の広告で気になったりするんですよね。なんかね。一コマだけ取り上げて、なんか変なセリフ言ってる漫画とか。まあ、そんなんでなんかよう、 見たりしてますけどね。うんえー、そういや、大根とかごぼうとかいう塔って何っていうね。未だに謎ですねもう。僕も全然候補者は誰が出てんのかようわからへんなって、えー。清水さん、自民党から出馬する有名人はやる気ないと、うん。なんかある、やる気ありそうな人ってのはあんまり出てこないんかなっていうイメージはありますねなんかね。 えー、自由共和党どこかと思った。シム,シムさん、今日は朝プグやなと。なんで朝プグやって <laughs> な。な、もうすぐ11時半やがなっていうね。兵庫県民ですから、立憲頑張ってるらしいけど、えー、共産党が候補者立てた以上、小村淳さんに、えー、投票しましたと、うんい。いや、だからそういう人も僕は多いと思いますよ。共産党支持の人は。 選挙区は小村さん、比例もね共産党という、うんいや、それも全然僕はあのいいと思いますよ、うん。天の川の話、山田孝之さん、朝倉未来さんというかこれ、田村さんなど、脇は豪華と、うんで。候補者としては出てないんですよね。なんか応援してる人はそうだっていうね。 10日もうすぐなので、皆さんぎりぎりと。MC、足立さん、国会質問しないような議員が1位を走っているので、本当にこの国どうなっているのと。うん、まあまあ、浅井健太郎さんは、の他のところで質問してたみたいですね。うん、ねあの質問とかしてるみたいなんですけども、ただ、あのそれが有権者に伝わってるのかなっていう疑問はあるなっていうのは、今日僕もツイッターに書きましたけどね、なんかね。 俺はもう小村順に入れたでと、ね、結構ね、兵庫の人聞いてるんじゃないですか、結構 <laughs> 意外とあれですけども、いやいや、全然僕はあの、それは全然ね、本当にいいと思うでで、も自分の推してる、ね、党とか候補者に入れるのがやっぱ基本やと思いますよ。うんえー、ごぼうも自民党別動隊かと。 いやさ分かりませんけど、よう分からへんね、本当、なんか団体が出てきたなっていうのは、思いますよね。はあの大和太郎立憲民主の蓮舫さん、元立憲民主の須藤元気さんとかね、自民党の元有名人企よ業よっぽどいい活動してると、えー。ポポンさんごぼうのとはどう思いますかと。えー、いや、別に何にも分かんないですしね、なんか。 なんか議席取る可能性ってあんのかなっていう、まあ、そんな感じですよ。全然あの、ウォッチもしてないですね。うん、大阪がメインだが、兵庫も多そうと。うん、ごぼう、テレビ層向け自民、えー、別動態、賛成党、アの向け自民党、別党、こうかなと。うんえー、まあ、本当に、まあ、いろいろね。 まあ,ありますけども、なんかいろんなね、こうもう、あの候補とか党とか出てきてですね、まあ、それもあると思うんですけども、まあでも僕はやっぱりね、このあの今のね、あの主要な野党にやっぱりちょっと議席取ってほしいかなっていうのは、あの思いますということで、えー、とね、もう、もう一回、えー、もうそろそろ、 もう2時間、もう2時間ですね。すごいです。まあっという間ですね、ほんまね。まあ、ちょっともう、しってたらあっという間かなっていう。えー、京都も気になると、まあ。京都もね、京都も情勢がもうバラバラなんでね。だから、いや、僕は京都は福山さんが、まあ、あの立憲のね、福山さんが、まあ、一応可能性はあるんで、もう頑張ってほしいかなっていうのは思いますよ、京都は。 こう稲垣邦夫さんも福島みずほさんも仕事してると、ありがとうございます、小村さんは本当に、えー、純粋な方です、オーラがありますと、えー、お疲れ様でしたということでね、まあ、本当にはもう2時間、えー、ありがとうございました、やっぱ参院選が近いということで、えー、いろんな方が、えー京、京都は福山、ポストマンさん、えー、福山さん、やばなってますよと。 情勢がもう分かんないです、分かんないといかもうバラバラなんですよね。あの福山さん、危ない、危ないというか、あの2位争いで接戦っていうのが出たりですね、で、京都新聞ではやや優勢と、トップに来てるっていうね、うんまあ、だから本当分かんないと思って、最後の最後まで。 あの頑張ってほしいですよ。もういやこれでこれ、情勢が出たからこれで大丈夫ってことは絶対ないですかね。この情勢を見てさらに頑張らないと、本当に当選できるかどうかっていうのはもう分かんないですよ、これ。もうあ、ひろもんさん、ありがとうございます。えー、今日は七夕ということで、えー、2時間、2時間ぐらい喋りました広ひろもんさん。 パッチありがとうございます空からお盆が落ちてきますということでお盆じゃないんです、ね、コインをイメージしてるんですけども、えー、もうね本当に福山さんほんま大事と、うんまあ、かんどっちが有利なのかなってねあの白三角と黒三角いやあの白三角の方がいいんでしょあれ多分 よう分からへんなっていうね。辰巳孝太郎さん奇跡を起こせっていうね、ほんまに、こうちょっと、あの、いろんな短冊というか、コメント欄に書いてね、ちょっと願いをね、えー、このコメント欄が短冊代わりと思って書いていただければ、ツイッターとかもね、ツイッター、Twitter、にもね、あれもみんな各自投稿できるんで、この人当選してほしいとか、頑張ってほしいとか、 えー、願いをねこうあの、祈りましょうということで、チリンチリン来たと、ジョルジュさん、京都は竹山さんに投票します。あのね、共産党は竹山紗弥子さん、えー、出てますから、来,来年はね、京都府議選に、あのー、 山科から赤田千佳子さんもね、出馬されるっていうことで、もうこっちも僕はね、もう当選してほしいなと思ってるんですけども、山科選挙区やったと思うんですけど、山科区ですかね。えほ、ー、んまに、うん、終わろうとしてるけど、ズルズルと。えー、もう本当にね、終わるって言ったらまたコメントがわーっと増えてくるんですよ、これ。<laughs> 大変やないよね。 えー、でもま,またあの終わらへんっていう、ナイスパーっていうこと、ありがとうございます、ねえー。ガーシー、なんとかしてくださいと、えー、ねほんまに、えー。選挙で困った時は公明新聞と、埼玉で維新が当選するのだけはそ阻止したいと、チリンチリンと、維新じゃあはね、あのー、公明党のこと、ブロックソ言ってたのにと、福山さん、京都市長選で、 極右の角川さんと満援、えーま、の笑顔で、えー、応援してたとだから京都も複雑なんですよねだから京都も共産党がすごく強いっていうのもあって他の党はやっぱりこうもう何て言うかもうなかなか協力できないっていうね、うん、まあいろいろあるんでしょうけども、えー、T ちゃん投票率が上がりますようにとね上がってほしいね、えー アントニオ・ババさん、俺なら松茸の党と。なんかそんなもんよ、ほんまに出てきそうやないよね。そのうちね、ごぼうの党があるんやったら、なんか松茸とか、えー、投票率上がるといいねと。公明新聞の情勢調査、公明党以外正確と。だからこれがね、これはもう僕もね、あのそういう,うにあに、のー、言いましたけども、だそういう参考にはなると思うんですよ、公明新聞。 あの公明党の候補者だけは、なんかもう、あの全く信用できないんですけど、もう落選危機とかね、なんか共産党より負けてるとかね、うん、でも絶対そんなことないやろうと思うんですけど、うん、エリンギの党とかとえ、投票日に雨が降らないこと祈るばかりですと、上がらないだろうなって言っても、微増、いや、それすらなさそうかと。いやだからこう ね自分のことに必死っていうのもあるからなかなか投票に行くっていうとこまで頭が回らへんってもあるかもしれませんけどねもう生活に必死でっていうでもそういう人こそ本当は言ってほしいんですけどねなんか若い人もなんか3人に1人しかねなんか投票行かへんとかせっかくなんか18歳からもう投票できるようになったんじゃなかったでしたっけ みんな竹中さんに壊されてるのに維新に投票するっていうね、ほんまいいのかなと思いますよね、このままであのど。どこもなんか人材派遣というか、なんかそんなんばっかりになっていいのかなと、図書館とか、誰か誘って投票率倍増計画中ですと。えー、ねえ、ほんまに。 投票日が猛暑になりませんようにと、貴重な大事なね、もの、1票ということで、とりあえず自分の頭で考えてと、あっさんっていうことね、シャープあっさんっていう、えー、アントニオさん、なるほど、京都の首長選挙の非共産で立憲や三味が敵対するのをやめてほしいだから京都はね、本当は独特やなと思う、思京都は本当に共産と強いんですよね、あの京都市内。 特に左京区とかね、あれは本当にね、この間の、この間といかもう2年ぐらい前になるかもしれませんが、実際京都行ってそう思いましたね、すごいなと、もう道行く人がね、あの共産党の候補者とか議員さんにこう声かけるっていうね、いや、それは強いなっていうのは分かりましたね、よくね。 役所も派遣社員っていうね、本当に、投票率上がると思いますと、小選挙区制が本当にひどいと。えー、だからねどのどのあの、ハローワークの職員だってね、あのなんていうんですかもう、期限付きのあのなんていうかこう職員ですかね、か3年働いたら、えー、クビになるか、更新できるかクビになるかみたいな、うん、領収書にもパソナと書いてる。 えー、みんな物価高で苦しんでるっていうね、本当にね。いやいやだ、僕もでも、あんまりね、やっぱ節約せなあかんなと思いますもんね,ね。みんなが節約しようかなと思ったら、このお金が回らないっていうことになって、まあ、日本全体がね、良くなるような感じせえへんなっていう、うんえー。右京区では山本太郎のポスターもかなりあった印象と。 ねえだ,かだからその京都はね、本当になんか独特やなっていう感じしますよ。前原さんのポスターもね、多かったりとか、えー、消費税廃止お願いしますと、我が家は保守ですから、選挙は共産党で決めてるんですよと、なんて人がいると、京都は、うん。たまにはこういうチャンネル視聴してもいいかなと、硬派な政局事情も聞いていたいけど。 あ僕のね、あの何て言うんですか、これあ本当あの何ていうかこうあの、普通の雑談みたいな配信なんでね、これね。あ,のあ,の <laughs> あ,のあんまりね、こうあんまう真面目すぎる人が来たら、なんか気悪いかなと思うんですけど、まあ、こういうのでも良ければですね、まあ、ぜひあのまた来ていただければなと。まあ、今回、参院選でね。あの かなり暑くなってる人は多いと思うんですけども、外も暑いしね、もう心も暑いっていう方がいると思うんですけど、カップ麺も上がっていくっていうね、ほんまに。もう100円ぐらいと思ってたもう140円とかね、ねスーパーでも、もうちょっと手出されへんなっていうね、配信お疲れ様ですっていうね。えー もう先終わる言うたらね、まだ終わらへんかなと思ってる人もね、いるかもしれませんけど、大 <laughs> 体いいね、配信ってこんな感じなんですね。終わるって言ったらまたね、コメントは伸びてきてね、な,んか,なかなか終わらへんっていう、まあ、そういう感じですよ、もう、えっと。テレビは投票日前にもっと選挙を特番やるべきだと。これ朝までといや。いや、明日ね、明日雨アメニさん。 とコラボ配信なんで、えー、明日もまたやると思いますんでね、はいもうまあ、ちょっとね、協賛は真面目ですねと保守っていうのは分かると、うん。美味しくないカップ麺だけ安いってね、これ分かりますね。なんかあの欲しいなっていうカップ麺が高くなっててね、あのなんかちょっと、あのよう分からんメーカーのがちょっと安くなってたり、100円ぐらいで未だに買えたりするんですけど。 いやそっちじゃないんやけどなー、みたいなね。えー、あんまり気悪いなっていうね、そのメーカーの人もね。ま <laughs> さ、しゃーないと小麦粉も高鳴ってますしね。ほんまに。てっぺん超えるかなと、うん。いや、もうすぐ12時ですね、ほんとね。朝までポポンでお願いしますと。えー、もう、いやいや、朝までやったらもうこっちが倒れてしまうがな、いよね、ほんまに。 ほんまにもう、いや,いや、局時半ごろからやったんですけど、もうあっという間やないよね、ほんまに、2時間過ぎんのも。麻生,麻生太郎さんの言ってた400円のカップ麺とか増えてきたもんなっていうね、当時はまずなかった価格帯と。あの一蘭のカップ麺が400円ぐらいでしたよね、これ物価高関係なく。 いやある僕はよう買いませんけどね、あの一蘭ちょっと高すぎて。うんまあ、店行,行ってね食べることを思えば安いんでしょうけど、えー、生活に満足してる人は与党、不満のある人は野党に投票しましょうってね、本当に。いやだからね、もう今のままでいいっていう人は別に与党でいいと思うでよ。与党が強い方がね、な自分たちのねあの仕事も、えー いいんでしょうけども、じゃあ、そうじゃない人は、そうじゃない人は野党に入れてどうするのかなというのを思いますね。えー、土曜日に党,党首討論やってほしいと、うん、国会だけ見たら日本共産保守でしょうと、えー、橋本さん、小選挙区制度は少数意見が通らない憲法違反と、安いカップ目はそれなりなんだよねっていうね、やっぱりそれなりなんですよね、安いのはやっぱりそれなりだよなっていうね。<laughs> <laughs> でも安くて美味しいのを、ね、ついつい求めてしまうのがねあの僕たちの心理だと思うんですけどそういうのが、ね、やっぱたあのないっていうね、えー、保守にも変化を取り入れるのは共産党のいいところとリベラルも兼ね備えているのがいいと思うと、えー、小選挙区制廃止してすべての席が比例代表制にと知らないメーカーの、ね、カップ麺ありますもんね。 知らないメーカー言うて、ここで名前言ったらね、気悪くするんで <laughs> 言えないですけども <laughs> あ。あのね、ほんまに、えー。エースコックのワンタン麺が好きと、えー。エドモンド・バークさんというか、ねえー、エドモンド・バークの言うところの保守ってことねと。 あのエドモンド・ホンダっていうのはねあのストリートファイター2の,あの相撲のキャラクターでい,いてたのは知ってるんですけどね <laughs> あ,のあの百列0列張り手のねパーパー,パー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 っていうね、えー、エドモンド・ホンダは知ってるんですけどエドモンド・バークさんは知らなかったなっていう何のこっちゃっていうねエドモンド・ホン,ホンダでしょあれね、えー、あの相撲 相撲で百0百列張り手と、えー、頭突きであの空中飛んでいくっていうね。えー、何の話やねんっていうね。これ中選挙区制の方がいいと。うんえー、共産党が欲しいの自民党は利権保守かなと、うん。エドモンド、ホンダね。パー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 ,パー,パー,パーっていうね。あの百列張り手する。えー、コンピューターにあったら強いんですよね。 エドモンド・ホンダなら知ってるっていうね、うん、そっちの人の方が多いでしょうね。エドモンド・バークさんは知らんけど、エドモンド・ホンダやったら知ってるっていう, <laughs> うなん。なんのこっちゃっていうね、んの配信なんやんっていう。いや、もうゲーム好きなんでね、えー、あのストツとかあの、一人に、社民党一人にさせないぞと、ね。いやいや、本当あの、社民党頑張ってほしいなと。 エド,エドモンド・バークって保守主義の源流の方ですよと、イギリスの人な,なんですってね、本当に。エドモンド・バークさん、ちょっと覚えておきましょうと。気になった方はちょっとググってね。あの決して、あの、ストーツのエドモンド・ホンダの方でググってもね、あの相撲の,あのキャラクターしか出てきませんので、うん、社民党はそうそうと。 えー、コンビニでサバ缶が500円で、えー、サバ缶500円ってもう、もうなんかセレブの食べ物になってますね、ほんまね。思い切って1500円のケーキ買ってすごい期待して食べたけど、えー、それほどでもなかったと。庶民の口に合うものが好きと。で意外とね、高いものがすごく美味しいかっていうとあの、意外とそうでもないっていうか、もうなんか安い。 やつの味に慣れてしまって、高いも買ってもあんま美味しいと思わへんっていうのもね、あるんちゃうかな、みたいな。あんま変わらへんな、みたいなね。入り口にポスター貼られても入れる気全く起きないと。会社の組織票、えー、松ぼんぼんさん、俺の家族は選挙区は維新、比例も,比例も維新と。いや、もう維新、支持の方もね、あの聞いてくださってありがとうございますっていうね、本当に。 <laughs> 懐かしすぎるストツっていうねいや今ね今もあのストツっていうか、まあ、ストリートファイター今度6がね出るみたいですから今もずっと続いてるってのはすごいなっていう、えーえー、自民党の候補者亡くなったとイギリスの超有名な政治学者保守主義の研究が有名でイギリス保守党のイデオローグエドマンド・バークと、うん、ね これちょっと覚えときましょうと、これ。<laughs> エドモンド・ホンダよりこっちの覚えとかなあかんなっていうね。えー、パー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 パ,ーパ,ーパーってね、こう百列張りってうののエドモンド・ホンダじゃないですよと。えー、自分も一つ世代ですと。<laughs> 割とそういう人多いんちゃうかなっていうね。あのー スト2がね、アーケードっていうかゲームセンターに出てきたとき、本当に衝撃的でしたね。まあ、僕は前のストリートファイター、初代のやつもすごく衝撃的っていうか、えー、好きだったんですけどね、圧力センサーがついてるボタンで、あの押す強さによってあの、パンチの強さが違うっていうね、えー、ググりますと。仙台の通りもありますよ。犯人、おっさん、無職なの、政治が悪いです、ね。と ちょっとこれ暑いときはね、本当にあの凶悪犯罪もね、ちょっと怖いなと、あの電車でなんかあったりとかね、今日の仙台のは中学生がね、刺されたってのありましたけど、気をつけましょうと。サイゼリアは安くて美味しいと。サイゼリアいいですよね、なんかサイゼリア批判みたいなツイッターで最近出てましたけど。いや、僕もまあ、まあ、一人で、あの、 たまに行くぐらいなんですけどもね、ドリンクバーもあっていいと思います。えー、でも安いサバ缶はおいしく,美味しくないと。仙台でもあったと。今日のなんか仙台あったんじゃなかったでしたっけ、うん、なんかどっか合わせましょう。あれは仙台ですね、女子中学生が刺されたっていう。ちょ気をつけましょう、ね。これ連鎖するんでね。えー、模倣犯みたいに出てくるんで。 自民党に保守って言葉使いたくないと。リベラル、立憲派でいいんじゃないかと。一応、でも自民党ってのはリベラルパーティーなんですけどね、あの英語で言ったら。うんえー、カップうどんが安くても美味しいと。フ、え、ァ、ー、シストで十分と自民維新と、えー。立憲の支持者で自民に入れたことない人は地元の自民党に今回初めて入れるとか言って止めたと。 立憲が本当ににやばいことになってるのかなと、うん、なとんかちょっとね、もう大変なことにね、もう選挙もどうなるのかなっていう、安売りしてたから買ったらおいしくなかったという話ですがと、うん、まあね、だからその、まあいろいろあると思いますよ <laughs> な。何話してるのか全然わからなくなってきたなっていうね。えーもう N 党の えー、選挙官も襲撃されてたと、うん。リベラルデモクラティックパーティーとか、そんなんでしたっけね、自民党の略称っていうのは。そんなんやったと思いますよ。もう僕のあやふやなあの知識によると、えー、YouTube の広告、維新ばっかり出てくると、うん。やっぱりそんだけ金かけてるんでしょうね。 立憲は良くなってると、有権者が分かってない人が多いと。令和と公明の広告も結構出てると、ネット広告。うん、なんかいろんなところが出てくるみたいですね、ネット広告。あの僕の中でもこの配信やるときの CM っていうのは、なんか全然政党とは関係ないのが出てましたけどもね。えー、まあ、維新の広告よく出てる。外食してないと。する機会がないと。 ま家で作った方がね、あのー、安くて、あのー、お腹いっぱいになるまで食べれるっていうのはあると思うんですけどね、僕もあの家で作ってるのが増えましたよ。文春法が長野選挙区の松山三四郎さんにさ裂と、えー、ポポンプグニャンいいっすね、頑張ってくださいと。なんか最近そういうねコメントを。 コメントとかツイッターにもね、今日なんかいろいろいただいてありがとうございますということであの、まあ、あの気軽にね、あの、空いた時間に、あの、ちょっと、ちょっとでもね、なんか聞いてもらって、ちょっと、あの、気楽になってもらったらいいかなっていう方針の配信なんですね。あの、あんまり、あの、硬くならない感じの、 政治の話もしつつみたいな。まあまあ、ありがとうございます。YouTube のプレミアムは広告か、あ、広告は出ないんですね。共産党の広告出たのはレアだった。共産党も広告出してるんですかね。もうまだ見たことないですね、えー。国民主の玉木さんがうどん食べてる広告も結構出ると。維新あまり見ないと。令和はよく見ると。 関連の動画を見てるとそういう風になっていくかもしれませんね。えー、ウクライナ批判して、えー、ロシア批判しないと極右ではないのですかと、えー。太郎さんの言ってる貧乏になると死にたくなるの当たってますね。とうん、だからね、ゆるふわ政治系 YouTuber、仲良くしようねって今、えー、ちょうどアニメにあの出ましたけども、えー、仲良くね、なんか仲良く喧嘩しなっていう感じなんでしょうかね。 <laughs> よう分かりませんけど、これ、えー。自分も例はよく見ると。俺は見た、共産党の広告と、カズ,カズトさん。僕、うん、もうまだ見たことないっすね。やっぱりお金ないと気持ちがすさみますねと、うん。ある程度ね、いや、やっぱりあの本当にあの、なんていうんですか、憲法25条か何条か忘れましたけど、あの健康で文化的な生活でしたっけ。 かそういうのは送ってほしいですよね。そういう権利はあるっていうのも知っておいてほしいかなっていう。えー、令和の CM 見ない、うん。だからみんな見てる動画によって変わってくるんでしょうね、動画によってね。うんえー、ポポンさん、万、えー、殺さんとか日中と共同テレビとか。いや、僕あんまり。 他のね、あんまり見てないんでね、あんまようわかんないんですよね、でもね。いや、でもフランス天さんとかは、今回、水道橋博士のなんか応援とかしてたんじゃなかったでしたっけ。うん、いや、僕はもう、あの本当にあの、みんな頑張ってはるなとは思いますよ。あのちゃんとあ見てないんですけども、必須ポイントはチリンチリンですと。うん、まあ、だからね、あの、なんか詳しく、あの、 語ってあるなとはまたちょっと違うと思いますんでねなんかね、まあ、気楽に25条ですよね、うん、健康で、えー、文化的な生活をねやっぱ遅れないとやっぱり進んでくるってのはあると思いますんでね、うん、いやーもうね本当にあの憲法25条で健康で文化的な最低限度の生活 ですねこれね憲法25条に出てくる言葉と、えー、こういう漫画もねあのこの憲法25条を引用したタイトルの漫画もありましたよねあの生活保護の何、えー、でしたっけあの役所の担当かなんかケアマネかなんか忘れましたけど、うん、今日の鮫島タイムズよかったとこ鮫島さんもねあのー、山本太郎 大石さ,さんと対談したやつが評判やったっていうのはなんか聞きましたけども、えー、ハッスルみたいなもんかなと、えー、異色足りて礼節を知るとこの番組の方がいいですよとあ,、まあ、ありがとうございますとね、えー、も,もとあのまたあの広めといてもらったらねあの嬉しいかなと、えー、思い ます <laughs> っていうこと25条が守れる日本に戻してとね、本当そういうことですね。えー、いや、本当にもう、生活苦の方は本当にね、もう役所に相談したりとか、あの議員さんとかね、弁護士さんとか、本あのもう本当困ったらいろんな方に相談するのが僕は一番いいと思いますよ。本当に。ひすればね、どンすっていう言葉もありますけども、本当に。 で困ったときほどね、なんか、誰かに相談するっていうのができなくなったりするんでね。いや、でもそこをやっぱりね、どっか、やっぱり誰か困ったときは誰かに相談しようっていうのは、ちょっと、あの、頭の隅に置いといてほしいかなっていうのは思いますけどもね。鶴瓶で、鶴瓶で締めましょうかっていうことね。もうすぐ12時ですんで。えー、ポポンさん、相手たいのどうやどうやったらいいんよ。サイン会とかハグ会やってください。 いやおっさんとハグとかは嫌や,やなっていうね。サインはいいかもしれませんけどね、えー。ハグはちょっとおっさんはちょっと遠慮したいかなっていうね。もう,もう他の配信者ディスリみたいなこれいいですよ。これまたどっかでね、これこれがなんか Twitter で叩かれたりとかねし、しかれないんでね。偏ってない。いや いやいや、そんなことはないと思います。いや、僕も野党頑張ってくれっていうのは、これ偏ってると思いますんでね。うん、いや、あくまでも僕の試験っていうか、えー、僕の思ってることを言うっていうのが、あのー、この、ね、ご動画のとかの目的なんで、うん、ポポンさん、遅い時間にライブやってるから参加しやすいと。この時間ぐらいがいいんでしょうかね。えー えー、ポンポ,ンオフポ,ンポンのオフ会やったら行きたいなと。ずっとまあ1回やったんですけどね、なんかそういえばね、なんかね。えー、相談しても出るのかどうか、生活保護ってねだから。だからね、本当、あの、なんていうんですか、こう本当にね、一人きりで行ったらすぐ水際作戦というか、追い返されるみたいなんでね。やっぱり弁護士とか、例えばその、 あの共産党の議員とかね、あの共産の市議とか、あのー、にちょっと相談してから一緒に行ってもらうとかですね、そうじゃないと難しいんちゃうかなっていうイメージはありますよね。そんだけね、もう役所もね、相手見てるんですよね、うん。まあまあね、それは思いますよ、本当に。大門さんとハグしたと。熟女はと。おっさんじゃなかったらね、僕は喜んで。 あのー、ハグするかもしれません。<laughs> あんま言ったらね、またあのー、なんか、批判ついたれ叩かれそうなんで、あれですけども、いやこっちからハグするっていうことは別にないですけどね、えーうんえー、生活を見殺しに、社会を容認するのが維新でしょと、なそういう感じがね、うんいい年こいて、あほかと。えー えー、令和推しの動画チャンネル多いと。私もおっさんですと。ハグしたいですと、うん。ちょっとおっさんとはちょっとね、あの,ーあの、握手、握手とかだったらね、全然いいですけど、うんえー、議員とか NPO の人とか、伊達さんとか、保護簡単に出ないから毎日のように電車止まるんだよと。まあ、そういうことですよね。いや、本当、だからね、で、でこれ、役所が本当にね、 悪いというか、国がやっぱり悪いからこうなるんですよね。だ厚生労働省があの、そんな簡単に出したら、生活保護を出したらあかんというふうな通達とか出してるんで、それで出ないんですよと。だからちょっとその、あの議員について行ってもらったりとかね、弁護士についていってもらったりせんとあの、紙1枚出さへんっていうのが今の,あの役所やと思いますよ。 し、えー、さん、今日は小池晃さんに尼崎,崎来てはったみたいですね。うん、煽るだけ煽ってると。うん、この時間だと頭がだんだん緩くなってくると。後、えー、楽園でポポンさんと握手と。うん、東京もね、本当と行きたいんですけどね、またね、まだちょっとね、あの今日は8000人ぐらいという人数が東京と出てたりとかして、またちょっと。 あのひどくなってきたなっていうね、もう大阪もう大変なことになるかもしれないかなっていう、気をつけましょうっていうことね。えー、市役所でも生活保護を突っ張ねるとよくやったと評価されて、えー、出世するそうですと、元公務員の知事から聞いたと。うん、だそういうのはあるんでしょうね。で役所もねあああれあの1年にいっぺんに、あのー 部署交代するんでしょなんかもうあんまりようシステム知らないんですけどだからそういうのもあってすごく冷たい対応とかねしたりするんですよ。万殺さんは政治系ニュースの流行りを調べるの役立ちますよと。えーね、ちょっとあのちょっと言うととねこれもねキーワル専用にね。<laughs> JR 尼崎駅と。 あのあのあのコメントする人ディスるのやめてくださいね、ほんまね。ディスられてもあの無視する、無視っていうかね、スルーするようにしてくださいということで、えー、佐藤明さんが出てたとと、えー、いうことで、ありがとうございます。ま,あまあ、またちょいちょいねも、僕もあんまり最近ライブやってなかったんですけども、あの最近というか去年ぐらいは。 またちょっとずつやれたらなと。えー、思いますということでね。登録やめたなと。登録やめたなっていうのがね、結構効くかもしれませんよね。<laughs> いやいや、まあまあ本当にね。まあいろいろあると思いますけど。いやまあ僕はまあ、あの好きなことを、あの自分が思ったことをできるだけ言っときたいなっていうのがあるんで、ね、喋ってるっていうのが、えー、重ですよね。 はい、はい、ポポンさん、ナイスバランスありがとうございましたということで、ね。いや、見てないで、他の人のチャンネルってあんまり見てないんです。あの、なんていうんですか、こうあのサムネイルとかでは見て見てるっていうかね、目にしたりはするんですけども。うん、まあまあ、いろいろね。うん、いや、僕、どっちかっていうとね、雑談系やと思うんでね。 まあ政治系なんですけども雑談系やと思いますんで。まあということでありがとうございますということで今日は七夕とかもう十12時回りましたけどもえーもうはいということで。ということで。 の今日もたくさん、えー、コメントありましたけども、なんだかんだで最後まで見てたと、どっちかというと脱力系でしょと、まあ、そんな感じでしょうね、もう自分ではよう分かりませんけども、えーまあ、なんかこうちょっとねあの、気分転換にちょこっと聞いてもらえたら嬉しいかなということで。 えー、皆さんありがとうございましたということで、ま,また明日、明日、アメニジさんと、えー、コラボということで、またそちらの方もよろしくお願いしますということで、ありがとうございました。ゆるゆる配信でしたということで、えー、おやすみなさい、えー。願いが叶いますようにということで、<laughs> とことで、あ、あすいません。ちょ,ちょっとあのスパチャありがとうございます。 えー、清水さん、寝ます、お疲れ様ですということ,で,、えー、とで、ちょっとスパーチャいただきましたので、スパチャの動画を流して、えー、終わりますということで、ありがとうございました。ナイスパーということでね。ということで、ありがとうございましたということで、はい。チリンチリン、最後のチリンチリンが来ましたということで。 あ途中からの参加でしたが、すごく楽しかったです。ありがとうございました。うもありがとうございましたあ。ポポンさん、原発事故のあたりで知りました。お疲れ様という、ねあの。小出さんとのね、あれは別の,あのチャンネルの方にアップしているんですけども、まあ、いろいろ昔から知ってくださっている方もいて、ありがとうございますということで、えー、今後もあのよろしくお願いしますということで、えー、おやすみなさい。 また明日。